皆様どうもお待たせいたしました。関西ウォーカー TV の時間でございます。よっ、まあ、今日はですね、あの関西ウォーカー TV のこれね、年内最後の放送ということで、今年をちょっと締めるね、一言いただこうかと、私の隣に関西ウォーカー編集の篠原に来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ篠原さん、はい、今年ね2014年もいろいろありましたけども、ありましたね。篠原さんにとって2014年は一体どんな年でしたでしょうか。そうですね、私ね4月に関西ウォーカー異動になって、異動になった、ね、目まぐるしい、はい、1年だったなと。あ、そうですか。です、ね、え、篠原さんはその関西ウォーカーで来るまで一体何をやってるんですか。あのファミリーウォーカーとかね、ムックの編集部にいたんですけど、ムックの編集部に、はい、はい、ムックの編集部は何年ぐらいやってたんですか。何年ぐらいかな、3年ぐらいかな。3年ぐらいやって、はい、でいよいよ関西ウォーカーに来て、はい、関西ウォーカー編集部に来てどうですか。やっぱり忙しくなったとかありますか。やっぱりね、隔週誌ですからね。隔週誌サイクルが異様に早いというか、早い早い。ムックの時はその1ヶ月に1回とか、まあ、1ヶ月に1冊とかね、はい、そういうベースだったんですけど、関西ウォーカーね大体月に2冊とか、あ、そうです、多い時で3冊出ますから。3冊も出る、あ、3冊も皆さん出ちゃうということでね。そう、翔さんこれね1年、はい、まあ、春から、まあ、今この年末年始がいよいよこれ出たということでね、はい、これがお正月号出てたということなんですけども、はいはい、さんこの春からこのお正月に至るまでなんか思い出深いこうみたいな、思い出深い、はい、そうですね、毎回毎回ねやっぱりね、うん、これが最高だなと思って作ってるので、やっぱり当然ね最新データばっかりのこの、あ、今日出たばっかりのこの一冊がねお正月号が思い出深いというか思い出深いですね。そうですか、これね、まあ、お正月号はねこれまあ初詣開運マップということですけども、はい、どんな内容かちょっとざっくり教えていただいても大丈夫ですか。はい、ね、初詣ね皆さん行かれると思うんですけれども、初詣やっぱ人が多いですよね。多いです、ね、多い。でその時にね何が一番重要かと言ったら、はい、地図、あ、地図、境内の地図、境内地図はいる、それをね、うん、あの事細かにね紹介した、例えば住吉さんとかね、あ、紙面のねこんなに大きなスペースを使って、はい、生き方とかね入り方とかを、はい、解説してるというところがね、あの非常にいいポイントかなと思っております。これあれですよね、住吉大社とかもやっぱお正月に行ったらその、はい、こういう風になんか回らないといけないとかいっぱいあるじゃないですか。ありますね。ね、ああいうのってだからこういうのを知ってた方が、はい、いろいろご利益もねあったりとかして、ですね、いいですよね。こう事前にね歩くルートをチェックしておけばね、はい、人混みの中でもこうスムーズに動けると、動けるというところがいいかなと思っています。はい、ちなみに篠原さんは、はい、この、まあ、関西ウォーカーで掲載して、まあ、いろんな自社が載ってますけども、はい、どの自社がなんかお気に入りみたいなのがあるんですか。そうですね、私ねあの神戸に住んでるので、やっぱりね、生田神社、生田神社、こちらはちょっとね欠かせないかなと思うんですけど、ね、これも三の目の駅からこれすぐのところですよね。はい、駅からねすぐっていうところもありますし、はい、あの生田の森っていうのがね、あ、生田の森後ろにあるんですよ、裏にね、はいはいはい、ここがね、なかなかね、パワースポットとして非常に有名な場所で、パワースポットがあるんですか。そうなんですよ、はい、じゃあどんな御利益と言いますか。御利益はね、はい、御利益はね今読んでますよね、島さん。いろいろあるんですよ、いろいろある、はい、一つじゃないんですね、御利益はね、恋愛とかだけじゃなくて、恋愛、開運、勝利、会場安全、商売繁盛、はい、何でもござる、何でもござれと、はい、これは行きやすいし、めちゃめちゃいいですよね。おすすめです。篠原さんもなんか神戸にお住まいなんですよね。なので私ね、あの家からね会社行くとき、はい、必ずここの境内を通ってね、あ、毎朝も関西ウォーカーの安全を祈りながら、はい、安全の看板祈りながらですね、はい、看板祈りながらね、そして篠原さん、なんと今日は香料日だという、香料日ですね、年明けの方のね、1月6日発売の2号、はい、2号、こちらの、はい、今香料しております。はい、これをね、香料しないと年が越せないので、いや、そうですよ、はい、でちなみに今日はどうですか、あのてっぺんは越えそうな感じなんですか。電車があるんでね、はい、今日終わらないんじゃないかな。いや、明日とか明後日とか、明日とか明後日になる。あ、いや、これね、明日からね、土日で休みがあって、うん、1日働いたらまた休みがあるから、これでも島さん、ひょっとしたらずっと仕事かもしれない。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 ね。じゃあ島さん、今日はね、はい、あのこの関西ウォーカー TV の、まあ、はい、その年内最後の放送を祝ってですね、はい、ここのアイドルたちですとか、まあ、いろんなね、編集者の方が、はい、お祝いに来てくださって、そうですね、でここでちょっと篠原さんちょっと乾杯のご発声をお願いしたんですけど、はい、大丈夫でしょうか、よろしいですか。はい、はい、じゃあ皆様今から乾杯をしますので、ご用意、ご準備は大丈夫でしょうか。よろしいでしょうか。今年1年本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆さんのおかげで、はい、まだまだです、まだ危なかったですよね。一言言っていいのかな。今いや、一言言います、フライングでしたね。皆さんのおかげでね、はい、やっぱり関西の街をね元気にしようというところで、はい、新しい情報であったりとかね、うん、楽しい情報であったりとかね、はい、楽しい、明るい、綺麗、美味しいね、こういうね素晴らしいニュースをね、はい、どんどんこれからも発信していって、来年もね、あの関西をね、皆さん、みんなと一緒にね、うん、こう元気
気にしていきたいなというふうに思っております。はい、引き続きよろしくお願いいたします。はい、それでは乾杯いきます。はい、せーの、乾杯。乾杯。よっよっよっ。ありがとうございます。いやー、島さん、これ無事にこれ乾杯しましてね、はい、あとはもうこれ交流は無事に終われば、そうですね、篠原さんの年は越せる、ね、ということですよね。はいはい、ちなみにその2号の特集で、何の特集なんですか？2号はスーパー銭湯と、はい、新名所。スーパー銭湯と新名所、はい、はい、スーパー銭湯みんな大好きですけどね。はい、アイドルはスーパー銭湯行きますか？行かないです、ね。なんで行かない？行きましたよ。えらい、えらい、えらい。そういったコメント欲しかった。いいね、後で説教です。行かなくても行くって言わないとダメなんですよ、こういう時は。はい、ちいちゃん、どこ行きましたか？リフレ？リフレ、スパリフレ。かな？スパリフレありますね。スパリフレあります、ね。はい、おしゃれなところ行きましたか？はい、行きました。はい、スーパー銭湯のなんかいいところってどこですか、ちいちゃん？なんかいつものお家のお風呂よりゆっくりお湯に浸かれるところ、うん、湯に浸かれるところ、まあ、そうですね。これ大事ですよね。これ大事。スーパー銭湯ここがいいよみたいなのがありますか？そうですね、やっぱりね、岩盤浴とかやっぱり違いかな。岩盤浴、皆さん岩盤浴とかまだしないでしょ？岩盤浴は行くんですか？岩盤浴は行く、はい、岩盤浴大好きです。岩盤浴大好き、はい。あれ、岩盤浴、島さん、あれ、岩盤浴したら、どんな効能があるんでしたっけ？やっぱりね、タブ君もそうだけど、はい、日頃我々不摂生してるじゃないですか。不摂生してますね。それをね、岩盤浴に行って、はい、汗と一緒にこう出すと。あ、なるほど。これですよ。これ大事ですよね。大事、大事。で、お肌もスベスベ。スベスベ。なると。これやってるんですか、皆さん、岩盤浴。岩盤浴行ったことがあるメンバーは？あ、お、あかりちゃん以外全員、あら、あかりちゃん、不摂生やこれね、大丈夫ですか？女子力が、女子力が、皆さん、あのほのかちゃんってあのね、今あのチキンの女の子です。あの子はまだ中学校の3年生なんですよ。ああ、そうなんだ。中学校3年生でもう頑張れもやったことがある。はい、はい、お母さんと一緒に。あ、お母さんと一緒に。で、ほのかちゃんはどうですか、その頑張れも体験してみて、こういうのが良かったってありますか？めっちゃ気持ちよかったですし、ええ、本があって、そこのお風呂屋さん、本がいっぱいあって、そこの本を読みながら岩盤浴ができて、本を読みながら、漫画読みながらできて、すごい落ち着いて、本ふにゃふにゃにならないですか？ならない。なんか袋なんかがあって、こうちゃんと読むようになってるんです。そういうところもあるんですね、今はね。だいたいね、岩盤浴の中に本を持ち込んじゃいけないんですけど、あ、本当はダメだけど、いや、でも多分そこは、ね、用意されてたってことですよね。それちょっと後で先生教えてください。参考にしますから。ありがとうございます。じゃあちょっと島田さん、ここからちょっと考慮大変ですけども、はい、頑張ってください。はい、じゃあよろしくお願いします、はい、お願いします。関西岡編集の島田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではですね、今からちょっと篠原編集長は考慮作業という、これ考慮作業、これ大変なんですよ、はい、みんなのね、文のその、あのなんですかね、原稿とかが間違ってないかとかね、日付曜日が間違ってたらこれ偉いことになりますんで、もうあの篠原さんが全部のページからチェックするから、うん、からそれが朝までで終わらないっていうね、うん、なかなかこれ大変な仕事をしに行きますからね。さあ、まあそれを我々は気にせずに、はい、楽しい放送が今から始まるという、空気読むよって感じですけど、ね、頑張っていきましょうね、これね。はい、はい、じゃあ皆様、ここからはですね、あのゲストタイムでございます。はい、今日はですね、あのゲストタイムはですね、まあ、3回に分けて、ゲスト入れ替わり制で行おうと思っております。はい、またまずはですね、まず第1回目のゲストはこちらの方たち。まず私のすぐ右手にいらっしゃいますのは、アイドルサポーター、そして構成作業をされております、ポッター平井さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。岩盤浴行ったことありません。え、お願いします。平井さん、平井さんとは不摂生をされているから、これ行かないと。いやいや、でも普通男は行かないでしょ。いや、岩盤浴僕も確かに行ったことないです。ね、行ったことないです。ね、完全に女子のもんと思って。女子のもんです。あ、でも、ね、僕ね、やっぱりそのスーパー銭湯特集をやるときに、うん、男性ですけど行かなあかんと行ったんですよ。あ、はい、そう、お仕事でね。そうそう、お仕事で行ったんですけど、うん、あの結構ね、暑くなるんですよ。サウナ的なね、背中がじんわりと暑くなってきて、僕暑いので、僕カラスの行水なんですよ。温泉とか行ってもパッとこう出ちゃうタイプだから、岩盤浴が耐えれなくて、うん、もったいないなみたいな、はい、もっとじっくりいたいなみたいになりましたね。なるほど。じゃあこれ平井さんもちょっとぜひこれ一緒に、もう一緒に一緒に絶対や。いや、一人じゃ多分怖くていけないですよ、平井さん。二人やったらいける。いやいやいや、岩盤浴でもういいでしょ。でもね、そうですね、岩盤浴はね、ぜひ行っていただきたい。で、今日はね、平井さんに来ていただきましたのは、はい、平井さんのアイドルサポーターということで、はい、まあ、最近でいうこと、みなり、はい、こ
これね、伝え恵比寿橋で大活躍中のこの南のね、はい、もうあれは総合プロデュースって言っちゃってもいいんですか、ね、いや、じゃないです。総合はまだ別の。まだ別の方いらっしゃって。はい、なんて言ったんですかね、南の。まあ、専属構成作家みたいな感じ。専属構成作家されている。はい、まあ、いろんなお手伝いもしてますけれども、はい。はい、先ほどとかの南がライブする時の、台本を全部ちょっと解体してます。あ、そうなんですか。はい、今日はね、その平井さんに、はい、これで今からちょっと自己紹介とかするんですけどね、はい、あの横にいるこの西日本ハンバーガーのゼータがですね、はい、まあ、自分で考えた自己紹介とかいっぱいあるわけですよ、うん、アイドルならではですよ、自己紹介 ね、 ね、まあ、こういったところでいっぱい今日平井さん見ていただいて、はい、これはいい、これはダメだというの汚い意見をね、はい、生中継ですから、はい、言っていただこうかなと、はいはい、これ見たこれ平井さん、これ鬼のような人だからね、これね、なんで鬼のような人だからありますからね、はいはい、そしてあのこの後の重大発表とかありますから、ね、それもちょっと平井さんで見届けていただきたいなと思いますんでね、はい、はい、ではポッター平井さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、では続きまして西日本ハンバーガーセンターの皆さん、自己紹介じゃお願いできますか。はい、皆さんこんばんは、我ら西日本ハンバーガーゼータです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、あの一人ずつね、ちょっと自己紹介を聞いてみたいんですけど、いいですか。はい、はい、いきます。はい、ゼータの元気娘ちーちゃん、青島玉ねぎのような甘い笑顔で皆さんに癒しをお届けします。青島玉ねぎ担当のちーちゃんです。よろしくお願いします。可愛い。はい、どんどん行きましょう。リーダー、どんどん振ってください。はい、ガリ。はい、みんなにハッピープレゼント、食べるの大好き、スーパーポジティブ、あかり、食いしん坊、昨日16歳になりました。おめでとう、おめでとう、おめでとう。はい、お魚担当のあかりんこと須藤あかりです。お願いします。はい、よろしくお願いします。ほのかちゃん、はい、いつも眠そうでごめんなさい、ちゃんと起きてますよ。寝ること大好き、チャームポイントは分厚い唇、みんなのハートチューしちゃうして、3年生月に担当のほのかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、リンダ、どうぞ振ってくださいよ。あれ、くるみちゃん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 、すいません、聞いてなかったです。そう、西日本ハンバーガーズゼータのお友達キャラ、放っておかれると伏せちゃう寂しがりや、ピクルスはおいしい、皆さんピクルスは抜いて食べたらダメですよ。ピクルス担当のくーちゃんこと小川くるみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、せーの、ビビデバビデブー、ガラスの靴を履かしてくれるのはシンデレラになりたいハンバーガールのプリンセス、淡路牛担当のリーナことマキリナです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、これね、平井さん、はい、今あの5人これ自己紹介してもらいましたけども、はい、これね、自分たちで本当に考えてるんです。うん、あえて僕はこれ口出さず、はい、口出さず、はい、考えてもらったんですけど、うん、なんか誰の自己紹介がちょっと印象に残ったとか何かありますか。ね、基本でも全体的によくでき、よくできてますね。おっ、よかった、よかった、よかった。で、くるみちゃんの、はい、すいません、聞いてなかったです、もう、あれも、ワットですよね。そうです。はい。っていうのも含めてよくできてるなと思います。ああ、よかった。はい、でくるみちゃんのさっきのくるみちゃん、くるみちゃんのやつあったじゃないですか、うん、あれも今ニコニコ生放送でこれも振りですよねっていうのがコメントが来てる。だんだんこれね、認識されつつある。はい、ね、それだから聞いてなかったという振りをしている、まあ、音を聞かれてる。そうそうそう、はい、はい、実は本番しっかりしますよっていうことで、ね、そしてあのリーニャも長ゼリフをよく言えたっていうコメントが来てますよ。長ゼリフですか。長ゼリフ、あ、だからさっきの自己紹介の長ゼリフね、よく言えましたという。ありがとうございます。ありがとうございます。その方がどうですか、印象は。そうです。いや、基本的にそのもう誰がダメとか全然ないです、ね。全然ない。はい。これ結構優等生じゃないですか。ねえ。優等生。ではツッコミの方ないからあんまり面白くないっていう。やっぱりいかんですね。ちょっと隙を作らないとこれダメみたいなのがありますよね。はい、うん、さあ、でこれねハンバーガールゼータなんですけども、あの。リーダーさん、はい、あなたがリーダーですよね。はい、リーダーです。はい、で、あのリーダーのリーダーさんはデータによるとトマトだというふうにね、これあのホームページとかまだトマトの写真が載ってるんですけど、すね、あなた今頭につけてるのそれ何なんですか。これ淡路牛です。なんで淡路牛のつけてるんですか、あなたが。あのですね、はい、もともといた淡路牛のリナチンが卒業しまして、この度私がトマトから淡路牛に変わりました。わー、おめでとう。
ターです。センターになった。はい、なりました。センターになった。はい、これはなんかもう陰湿ないじめをしたんですね。してないです。靴の中にこのおしっぴ入れたりとかしたんでしょ。してないです。その昭和的なことしないです。してないです。はい。なるほど。卒業してしまったと。はい。はい、そしてあなたが淡路牛になりました。淡路牛になった。はい。で皆さんそれぞれ食材がねあるんですよね。そうなんですよ。はい。でちーちゃんは何ですか食材は？淡路島玉ねぎ。淡路島玉ねぎ。どうぞ淡路島玉ねぎのいいところどんなところですか？辛くなくてとても甘いところです。うん、甘みたっぷり。大好きですか玉ねぎは？大好きです。あらよかった。よかった。はい。そしてあかりんは。頭つけてるのこれ何ですか？お魚です。お魚、はい、お魚。これ淡路島のだからお魚っていうことですよね。すごいです。はい、これ淡路島でこれなんかお魚とかいうね、そういう魚系使ったバーガーがこれあるっていうことですよね。はい、タコが。タコが。タコを使ったバーガーがあります。なんていうハンバーガーですか？タコプリバーガーです。おっしゃ、覚えてますね。タコプリバーガー覚えてる。覚えてる。ね、そしてそのお隣これほのかちゃん、はい、ほのかちゃんこれ頭に何つけてるんですか？チキン。チキン、はい、鶏肉っちゅうことですね。そうです。ほのかちゃん鶏肉は大好き。鶏肉大好きです。鶏肉大好き。鶏肉なんかどういう動画が食べたんですか？これでドラチが始まったんです。大丈夫ですよ。今の宴会的なガチやるとやってるの全然問題ありません。いいですか？いいです。音声入ってますか？ほぼ聞こえませんけど。大丈夫です。何かこっちしか来てませんから大丈夫です。了解です。鶏肉はどんな状態で食べるのが好きなんですか？私鶏肉も好きなんですけど、はい、チーズが大好きで、チーズが好き、チーズフォンデュにしてよく食べます。鶏肉は、おしゃれな、めちゃ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 おしゃれ。それは、はい、ね、ワインとかと寝てまだでもワイン実は若い、はい、おいくつでしたっけ？中学3年生。中学3年生ですからこれね、まだまだワインが飲めない、ね、これだったら楽しみ頑張ってますからね、はい、はい、そしてお隣さあ、くるみちゃんこれ頭につけてたのこれ何ですか？これはピクルスです。ピクルスですよこれ皆さん、はい、ピクルスね。これあのハンバーガーといえばピクルスを、はい、はい、くるみちゃんはちゃんとピクルス食べますか？はい、食べますけど、けど好きか嫌いかで言われたら普通です。間を取るのね。好きじゃない、好きじゃなくて好きか嫌いかだったら普通っておかしくない？ね、好きか嫌いかだったら違うでしょ。好きか嫌いかだったら好きでしょ。大好きです。大好きですね。大好き、大好きですね。で、リーニャさんよ、はい、西日本ハンバーガーのゼータとしては全員人数何人いるんですか？今、8人ですね。8人いる、はい、はい、じゃここには来てない2つはあと何と何の食材ですか？あとは卵とナスビです。あ、卵とナスビが来ている、はい、はい、あれ、でもあなたもともとトマトをやってましたよね。そうなんです。トマトはどうなるんですか？トマトはですね、なんとこの度お新メンバーが入ることになりました。これね、もう急展開ですよね。はい、淡路牛に頭がなったのがつい何日前でしたっけ？もう4日とか経ってないぐらいですね。3日4日ぐらい、3日4日前ぐらいですね。ですよね。ではトマトが決まったのがなんと今日だという。そうなんです。今日ですよ。で、たまたまこれ今日の夜ね、これニコニコ生放送、そしてユーストリームで放送があるというね、これ結構強運の持ち主かもしれないですね。そうですね。ね、大勢の方にこれ見ていただけるということでね。はい。はい、じゃあリーニャからちょっと新しいトマトの方を呼んでもらってもよろしいですか？はい、トマトのひなたちゃん。はい。はい、トマトのひなたちゃん。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。じゃあひなたちゃんも簡単でいいんで、じゃあ自己紹介してもらっていいですか？はい、太陽と一緒にこんにちは。今日もあなたを照らすのはひなた。あなたのそばでいつもひなたぼっこ、トマト担当ひなぺこことかすぐひなたです。よろしくお願いします。すみません、はい、もう自己紹介できてるんですか？もうちょっとびっくりしたんですが、さっきみんなで考えました。はい、すごいな。すごいですね。ちなみにも、本当は平井さん、これでも甘やかさなくていいですよ、はい、もうこれはダメだ、今のはダメだやったらもう言ってほしいんですけど、いやいや、今の日向ちゃんのどうでしたか？めっちゃいいです。あ、よかった、はい、よかった。メンバーの自信作ですよ。そう、ね、自信作とか言いながら、ね、みんなで考えて、みんなセンサーあるセンサー、センサーがある。ちょっとひなちゃん、めっちゃスタイルいいですよね。そうなんですよ。一番背が高いんですよね。カメラさん、ちょっと足元からパンしてもらいますけど。パンいただいて。パンとかこれね。はい、下から、はい、ググッと立ってもらって。はい。足がめっちゃ長いんですよ。すごい、長い。ね。すごいです。足元からパンできますか？あ、ちょっとね、机が隠れてる。はい。あ、ちょっと、前に行って、ずっとずっと、そこですね。せっかくなんで、これもう、行かせていただいて。あー。すごい。今ニコニコ生放送でこう舐めるようにカメラがこう舐めるようにこう撮ってるはい、はい、ね、
トマトでかいなってきてますね、頭のこれトマトのところね。あ、これですか。スタイルいいなってコメントきましたよ、ありがとうございます。身長何センチですか。今170センチ。すごい、ここより高いですよ。ね、浮かれましたね。モデルさんみたいですね。モデルさんですね。はい、ありがとうございます。ちょっと座っていただいて。じゃあね、これあの見てはる方もまだひなたちゃんのことほとんど知らないと。過去に私もだってそんなに知らない。さっきあったとこですからね。はい、なんでまあちょっと基本ね、情報をどんどん聞いていこうと思うんですけども、まずじゃあひなたちゃんは今何をされてる方なんですか。今高校1年生。はい。ということは年齢はおいくつですか。今16歳です。16歳。はい。お誕生日はいつですか。8月の24日。西暦何年生まれでしたっけ。1998年です。もうちょっと2000年ですよね。もう関西馬鹿できてますからね。あ、本当だ、はい、関西馬鹿できちゃってますね。ってますよ。え、1900何年でしたっけ。98年。だからあれですね、5年経ってますね。大きなめくみが表紙の時の。ああ、あの時に生まれたんですね。すごい。で、血液型は何型ですか。 A型です。 A 型、几帳面ですよ。全然なんですよ。え、全然なんです。全然ですか。めっちゃガチです。マジですか。じゃあちょっとついでにメンバー聞きますけど、 A 型の人。はい。あ、 A型いた。いいんじゃん、 A 型ですか。 A 型に見えないですか。くるみちゃんも O 型かと思った。いや、本当ですか。でもなんか結構オーラからね、オーラから大雑把じゃないですよ、オーラから。ありがとうございます。A 型だったんですね。B 型の人は、はい、あ、B 型なんだ。私の違い B 型です。B 型が多い。B型2人もいた。で、B 型大丈夫ですか。なんか差別されないですか、 B 型。変人ってよく言われる。変人って言われる。変な子って言われる。たまたまこの黄色系統の最初で B 型というこれね。頑張りました。え、じゃあほのかちゃんは、じゃああかりちゃんは何型なんですか。O です。あ、あかりちゃんの方なんだ。でもあかりちゃんなんか分かる。みんなに言われそう。アンフィリアさんみたいな感じで O 型で。そうなんだ。 AB 型がじゃあ誰もいない。はい。おお、ここにいましたよ、 AB 型。バカなの。え、何の食材がいいですか。未来さん、何しようかな。あと淡路島何がいいですか。メガネとか。メガネで、メガネ食べられへん。メガネ食べられないですよね。はい。さあ、じゃあここでね、あのメンバーの皆さん、それで平井さんもそうですけど、ね、ひなたちゃんちょっと初めてこれ登場しましたから、ちょっと見てはる方にもどんどんね覚えていってもらおうかなと思ってるんですよ。なんで皆さん一個ずつちょっとひなちゃんに質問をしていただこうかなと思ってまして、はい、じゃあ質問考えたから手を挙げてください。はい、はい、あ、じゃあリーダー早かった。好きな食べ物はトマトです。わあ、これ平井さん、これちょっとあざとくないですか。これちょっとね、そんなわけないですよね。じゃあ本間の子だけ。あ、そうですね。トマトは置いといて、油っこいものです。油っこいもの。具体的に言うと何が好きなの。唐揚げとか、ね、ステーキとか。あ、唐揚げ、ステーキ、今肉系が合います。ハンバーグ、ね、肉食系ですね。ハンバーグ、ほら肉だ。めっちゃ肉だ。じゃあ、ジ牛でみたいな。いいね。もう早くもセンター奪われる。どうしよう、どうしましょう。常にもう今コメントであざといって言ってます。やばいですね、これね。さあ、他の方、質問。はい、あ、ちーちゃん、早かった。得意な運動って、スポーツ。あ、スポーツ。スポーツ、ノートビってスポーツですか。まあ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 そんなん言うんやったらもう生中継でなんか一回やりますよ。チャレンジ企画をね、この配信してる横でぶっと飛んでる。そうそうそう、番組終了まで飛んでくださいみたいなことやりますよ。縄跳びが得意っていうのはね、はい、ちなみにちいちゃんは何が得意なんですか。スポーツ、ダンスです。あ、ダンスが、うん、うってつけですよね、あいつね。ダンスはさあ、他皆さん質問。あ、あかりちゃんどうぞ。好きな色は何ですか。好きな色は、はい、パステルピンク。パステルピンク。あ、パステルピンクですって。あれ、やばい。どんどんとピンクが。ちーこのピンクが好きです。本当。ごめんねみんな。みんなピンクが好きだったのに。ちょっとセンターを前に。あ、センターを前に。これだいぶ強敵ですね。そうですね。うん、ね。どうなりたいですかこれ。ちなみにあかりちゃんは何色が好きなんですか。あかりはピンクとオレンジと黄色が好きなんです。あ、ですか。青以外じゃないですか。全然違う。でも青も好きになりましたけど。青好きだった、はい、コメントでもポジション争いになってきてますね。あらてますけどね、これやばいですね。いや、でもいいことですよね。いいことですか、うん、
センター争奪バトルみたいなのやっちゃいますか。お互いね、お互いでね、切磋琢磨し合って、はい、ちなみに南はセンターとかいらっしゃるんですか。南はセンターという位置づけはしてないです。あ、してないんですね、はい、リーダーの方いらっしゃいました、ね、リーダーはいます。あ、リーダーどうやって決めたんですか。リーダーは、メンバーからも聞きましたし、誰がリーダーにいいと思うっていうのも聞きましたし、はい、でそれを受けて、我々スタッフで話し合って、じゃあ誰がいいかなっていうのを決めました。あ、そういうふうに決まるんですね。はい、さあ、うちのリーダーはリーダーですか。リーダー、どうやってリーダーが決まったんですか。そうそう、終わってきました。どうやって決まったかな。覚えてない。まあ、とにかくしっかり者で、しっかり者で、みんなのお姉ちゃんなんで、みんなのお姉ちゃんなんで、もうリーダーって言ったらですよね。ですよね。一応最年長。最年長です。最年長って言ってもまだね。でも一人だけですよ、20超えてんの。あ、そうでしたっけ。そうなんですよ。みんなマジか。レタスが20歳ですよ。確か。今年20歳。今年20歳。ユリアちゃんが20歳です。え、今年19です、ユリアちゃん。え、本当に。あ、そうだ、今年19ですね。いや、みんな知らない。大学1年生の。あ、そう。君だけお酒が飲めるという。そうなんです。コメントで、あの、皆さんお酒飲んでますかって聞いてますけど、これあのお茶ですから。2000年ですから、お茶飲んでますよ。大丈夫ですよ。ありがとうございます。さあ、質問。はい、はい、あ、じゃあ、ほわとばちゃんいきましょう。高校生活で何が流行ってますか。あ、これは知りたい。たまごっちですよね。違う、しょうゆじゃない。たまごっちちょうどうまいやときぐらいちゃいます。あ、でもたまごっちってもう一回ブームがなんかそうそうね、あってね、妖怪ウォッチ、妖怪ウォッチはもっと妖怪ウォッチ の、 あの歌とか結構みんな歌ってます。ちょっとじゃあやってもらっていいですか。ゲラゲラ棒ダンスですかね。ダンスは見てて笑ってる方です。見てて笑ってる。今でもちいちゃんとかできますよね。ちょっとゲラゲラ棒2つ、少年体操と2つあります。あ、そうそう、それ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 、みんなできてるやん、みんなできてる、うん、やらないと。これ稲田さん、ちょっとゲラゲラ棒ちょっと覚えていただいて、はい、次披露させますからね。え。ちなみにじゃあほのかちゃんもこれ高校生活、あ、中学だ、中学校生活3年生ですね、今ね、はい、学校で何が入ってますか。流行ってるのは、あの、お笑い芸人さんのなんですけど、知ってますかね、あの、ラッスンご願いして。ああ、え、わからない。ちょっと待って、ちょっと待って、お兄さんっていうのがあって、それをみんなやってます。それは、ねえねえ、そこ行くお兄さんお姉さんじゃないんですね。違う。じゃない。でも、似てます、ね、似てますね。パクられましたね。パクったのか。え、わかります、平井さん今の。いや、わかんないです。もうわかんなかった。何を見た。どれ、あの、パッと言うそんな感じの。そんな感じの名前。兄貴、わかります。わからない。みんなわかる。知ってます、知ってます。知ってる。なんていう芸人さん。芸人さんの名前知らないですけど。なんていう芸人さん。ネタネタしか知らないです。これちょっとわかる方、ぜひちょっとコメントでね、いただきたいですね。もやもやしますね、これね。ネタ専攻なんですね。ねえ、ネタ専攻の方いらっしゃるんですね。まあ、それが流行ってるんだ。中3って受験やってる。大丈夫。そうですね、あの、頑張れって言われます。頑張れ頑張れ。そらみんな頑張れって言うわな。ちなみになんか今受験生手挙げてください。あ、3人これ受験生ですよ。ちいちゃんも受験生終わりました。あ、もう本当に良かったというか、はい、あ、おめでとうございます。よかった、よかった、よかった。じゃあ、今年の、じゃあ来年の春から大学生になると思います、はい、女子大生ですよ。女子だー、すごい、女子大生になる。あ、おめえってきましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。そしてあの、くるみちゃんは今受験生で、はい、今日です、結果。おー、これはもう生放送中に結果が、はい、それでは、いいね、通知届くのメール、ネットで検索して、はいはい、受かったとかわかる、はい、お、これはちょっとドキドキですね、はい、受かってたら言ってください。受かってたら言って。大丈夫です、きっと。え、きっと、いや、絶対受かってますよ。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です。で、ほのかちゃんも受験生で、高校受験だ。高校受験。高校受験。それはいつですか、試験は。前期が2月の15、6くらいでした。なんかあんまり覚えてないです。大丈夫かな。ねえ、塾とかは行ってないですか。塾は行ってないけど、家庭教師やってます。おー、すごい。家庭教師で先生が教えに来る。そうです。で、家庭教師どんな人ですか。あの、お母さんの職場の友達で塾の先生をやってた人で、はいはい、なのでめっちゃ分かりやすいです。男の人、女の人。女の人で、女の人で。おいくつぐらいの方。まだ22、3。あ、若い人。すごい。いいな。めっちゃ若いです。いいな、いいな、うわぁ、教えてほしいですよね。教えてほしいですよね。いろんなことを教えてほしいな。いいな、そうか、いいですね。
まあ、受験生もいるということですね。はい、では質問、あとくるみちゃんからですね。はい、はい、スタイル、なんでそんなにスタイルいいんですか。さあこれどう答えるのこれね。あ、でも、うん、駅とかで、はい、めっちゃ長い階段あるじゃないですか。ありますあります。あれ絶対にエスカレーター使わずに階段で行ってます。あ、なるほど。もう足をとにかくね使って自分たちで登るとで、ね、でもそれは前の話で、うん、前の話で前の話で今はエレベーターかエスカレーターです。あれ、それはもう自分がスタイルいいからもうええわってことですけど、これは今敵に回しましたね。違いますか。しんどくなってきてあなたまだでも16歳でしょ。16歳です。縄跳び好きだから足もね鍛えてるんでしょ。あんまりしてないですね。あんまりしてない。どっちやねんって。生まれ持ったもんですよ。羨ましいですよね。羨ましい。じゃあ最後、平井さんからもちょっと一つ質問何かお願いできますか。はい、そうですね。はい、じゃあ今年もうすぐ終わりですけど、はい、まあ、ひなたちゃんにとっての今年一番の重大ニュース。あ、気になります、ね、こんなことがありました、私の中で。これはすごい大きかったですっていうの。やっぱ入れたことですね。あーすごい。結構優等生な答えしますよ。ほんまですね。だからみんなに英語なんですよ。めっちゃ嬉しかった。3日前くらいにお話いただいて、はい、びっくりしたんですけど、入りたいと思ったんで、はい、もういきなり生放送で出させてもらうことになって、うん、一番重大ニュースです、これが。まあ、よかった。英語だね。英語でよかった。ね、いや心がちょっと癒されましたね。ね、これで皆さん心癒されたところで、ちょっとお腹が空いてきませんかね。ペコペコなんですけど、お腹空きましたよね。お腹が空きましたね。聞いてないですよね。お腹が空いたな。忘年会に夢中ですよ。お腹が空いたな。なんか甘いもの皆さん食べたくないですか。食べたい。大きなお兄さん2人が登場していただきました。じゃあまずは自己紹介をお願いできますでしょうか。株式会社セラルージュの高久と申します。よろしくお願いします。かわいいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日お二人は一体何をこれ持ってきていただいたんですか。じゃーん。おー美味しそう。これ一体何でしょうか。これバームクーヘンです。バームクーヘン。バームクーヘンです、はい、じゃあこれちょっとねお配りいただいて、配っていただいてちょっと商品のね解説を聞こうと思いますんで、どうしよっかな。あれどうしよっかな。これひょっとしてこれいただけないパターンじゃないですか。これ持ってきただけで会いましょう。いいんですか。はい、やった。よかった、よかった。ありがとうございます。じゃあ、ね、今配っていただいてる間に、ね、これどんな商品なのか聞きたいんですけども、はい、まずこちらの商品ってどこで食べられる商品なんでしょうか。天神橋天神橋商店街の、はい、こちらにあるウッフカフェマニマニという、ウッフカフェマニマニというカフェで、はいはい、販売しております。マニマニってどういう意味なんですか。マニマニは、そこそこで皆さん配られた方が食べてください、ね、あ、被害さんにも配ってください。マニマニのところを置いといて、はい、あ、すいません、もう一つ使ってください。はい、はいはい、マニマニを置いといて、置いといて、はい、ウッフカフェっていうのはウッフがフランス語で卵と。あ、なるほど、卵カフェってことですね。そうです。で、はい、このバームクーヘンがこちらの、はい、こだわり家族の、はい、おー、これが君がプリプリの卵を使ったバームクーヘン。これ皆さんどんどん食べてくださいね。あとでコメント聞きますから、はい、いいコメントを考えててくださいね。僕今からどんどん質問して引き出しますからね。で、これですよ、これですよ。これがそのウーフルカフェのマニマニで食べられると、はいはい、で1個おいくらでしょうか。1個200円で200円でこれ食べられるので安いですよね、はい、でちなみにそのウーフルカフェの中でもイートインで食べられるんですか。はい、イートインでは、はい、なんとデコレーションとかこんな感じになります。あー、これすごい。これ皆さん、アイドルの皆さんこれ見てください。これかわいい。おいしそう。おいしそう。これはだからそのバームクーヘンにこれね生クリームですかね、はい、でバナナですか。これはバナナとかイチゴとか季節のフルーツ。あ、季節のフルーツだと。ちなみにこれでおいくらぐらいですか。コーヒーとセットで500円です。安い。安い。コーヒーだけでだって500円いくじゃないですか普段。ねえ、ね、ただで食べれるみたいなこれもんですよ。これがウッフカフェで食べられますと、はいはい、じゃあこのねバームクーヘンのこれどんどんちょっといいところをどんどん教えていただきたいんですけども、はいはい、どういったところがこれポイントになりますか。そうですね、やっぱり原材料の卵が、まず卵がすごい、こだわり家族の古代卵という、はいはい、ビタミンが30倍になると、はいはいはい、栄養がたっぷりの美味しい卵、うん、美味しい卵をふんだんに
使ったしっとりとしたバームクーヘンです。なるほど。これちなみにいつできたんですか、このバームクーヘン自体。バームクーヘン自体実はこれが一番新しい商品でして、はい、ここ何年かでできた商品なんですね、はい。まあ、過去にいろんな商品があってあった中でいろいろ考えて、はい、まあ、一番お求めやすくて食べきりサイズ、はい、そうなんです ね、今コメントでも俺にも俺にもみたいなコメントこれ見てます ね、これぜひこれ皆さん食べたい方はこれ年末って言ってもいつまで営業とかされてます。お店は、28日まで28日まで営業されている。して、はい、実は天神橋の商店街で、はい、天満宮さんの、はい、大阪天満宮さん、はい、すぐ目の前のお店ですので、はい、実は何だろう、大晦日の晩から1日の朝まで、はい、オールナイトで営業されるんですか。おー、嬉しい。じゃあ今年の食べ納め、そして食べ始めを、はい、このバームクーヘンですることができると、はい、ぜひ深い前々で、はい、これ素晴らしいですね。そして今お手元でね、はい、これはあれですね、泉ウォーカーをこれお持ちということで、はいはいはい、これはうちのね、角川が出しているムックですけども、はい、こちらの本にも掲載されている、はい、カフェがですね、はい、いつも大阪で、あと和泉市というところにございまして、こちらはこのこだわり卵を使ったクレープのお店、はい、あ、クレープのお店が、はい、実は取材していただいて、こちらの泉ウォーカーの中に皆さんもね、掲載されてますよ。そう、出てくる中に今全然関係ないんですけど、フットボールアワーの後藤さんに似てませんかって聞いてます。よう言われます。似てる似てるって今来てますけど。心配してたんですね。それ掘り込まれちゃうから。ああ、でももうめっちゃ似てます。予定通りだね。中にまだ出てこない。だいぶ時間稼ぎましたよ。さあ、何ページかな。ありました。あ、よかったよかったよかった、はい、こちらの上のお店でこちらですね、はい、これね、はい、こちら、この上のこのクレープのお店、おいしそう、ね、はい、カメラの方にこれ向けていただいて、はい、こちらですよ、はい、泉市の観音寺町というところで、はい、はい、カフェやってますので泉市の観音寺町に行きましょう。そしてお店名がウッフカフェ、ウッフカフェでございます。皆さん、ウッフカフェでぜひググってくださいね。よろしくお願いいたします。さあ、皆さんこれ食べましたか。平井さん食べてないじゃないですか、これ食べてください。僕いいですよ、もう、はい、大丈夫ですか。もうさあ、ハンバーガーズ皆さん、ハンバーガーのコメント、はい、食べたらコメント聞かれると思ってなんか食べないなと思ってもう見てたんですよね。さあ、ハンバーガーこれ食べましたけどもね、皆さん美味しいですか。はい、美味しいですよね。はい、じゃあちょっと今もぐもぐしてないと、あ、あかりちゃん食べ終わってるあかりちゃんちょっとじゃあこれね、完食や、完食、完食、よっぽどお腹が空いてる。いや、美味しいからですよ、これ美味しいから、美味しいからですよね。さっきね、焼肉弁当食べてましたもんね。それでも入る、それでも、それでも入る、別腹、別腹的なですね。まあ今後だからアイドルとして活動していく上でね、どうしようも試食コメント必要だということで、これはちょっといいコメントが欲しいじゃないですかね。みんなが喜ぶコメント、そうですよ、はい、このお二人がこれね、持ってきてよかったなと思うようなこれコメントをしてほしいわけですよ。じゃあ、あかりちゃんどうしたか、どんな感じでした。とこだわりの卵を使ってるということで、うん、その匂いとかがこう、匂いとかが違う匂いから来たか、はい、いや、匂い大事、匂い大事ですよね、匂い大事、風味がこう、ふわって伝わってきて、はい、そっからのこう、食べ応えがあるこのふわふわ感、うん、そっからそっからからのからの癖になる味ですはい、ありがとうございます、ありがとうございます。いろいろいっぱい言いましたけどね、どう今で響きましたか。半分ぐらいだった。がっかりですね、これね。でも平井さん、これやっぱりね、美味しいもの食べてね、うん、いいコメント言うのはこれアイドルとしてやっぱり必要なね。そうですね。ちょっと今のあかりちゃんのこれどうですか、これ。ね、もうちょっと、まあ、内容はまあと別にいいと思うんですけど、はいはい、もうちょっと可愛さが欲しい。可愛さ。あかりちゃんにかけてるの可愛さ。こうですよ。こういうのですよ、あかりちゃん。もっと可愛く。可愛くですよ。頑張りましょうね。はい、あ、これね、今コメントも最初と最後は大変ですよねってちょっと優しいコメントが、うん、トップバッターですからね。はい、じゃあ次ちょっともうこれ言いたい人いますか、コメント言いたい人。これでも言わなかったら僕最後になってますよ。はい、あ、じゃあくるみちゃんいきましょう、うん、はい、はい、どうぞ。いやいや、大丈夫、くるみちゃん、はい、どんな味でしたか。もう生地がふわふわで、はい、もうすごく甘くて、はい、まあ、美味しいのは間違いないですこれだいぶこれ綺麗でこれまとめましたけどね。どうですか、お二人は今ので大丈夫でした。はい、大丈夫です。あ、今の大丈夫、あ、やった、ありがとう。平井さんがちょっとムッてまいや、ムッとはしゃないですけど28日、はい、までの営業ということで、はい、うん、食べないと損なのでぜひ食べてください。わー、はい、ね、素晴らしい、大事、大事な情報いいですね。ありがとうございます。
がバッチリ。右手がいいですね、これ。あ、右手。あかりちゃん、これ。右手。右手次つけよう。右手つけよう。はい、次、言いたいしますか。はい。お、どっち今入ってた。ちーちゃんどうぞ。あ、ちーちゃん。ちーちゃん、さっき言ってた。じゃあ、ちーちゃん、じゃあ先にどうぞ。はい、どんな味ですか。一口食べた時から、はい、口の中で、うん、あの、美味しい卵の味がふわんってしてきて、うん、はい、で、やみつきになるし、うん、ぜひ食べてみてください。あ、はい。はい。どうですか、今の。素晴らしい素晴らしい素晴らしい話だよ。大丈夫ですか、平さん。今でも言うてることは、はい、あかりちゃんとほぼ一緒です。かぶってました。かぶってましたね、これちーちゃん。これちょっとかぶらないようなコメントが欲しいですね。はい、はい、まあ、難しくなってくる。じゃあ次リーナ行きましょう。やばい、かぶっちゃう。かぶっちゃう、どうしよう。ちょっと考えたい。いや、大丈夫。大丈夫ですか。じゃあリーナ、これどんなお味でしたか。あの、みんなあのふわって言ってたんですけど、はい、私あの最初食べた印象が、うん、結構しっとりしてる感じなんですよ。食感、これ大事。はい、はい、しっとりしてる。そう、しっとりが一番に来て、私の中で、はい、うん、で、その、あの、いっぱい噛めば噛むほど、うん、もう、まあ、みんな言ってたんですけど、はい、香りが広がってくるんですよ、すごい。香りが、はい、で、甘みがゆっくりこう自分の中に入ってくるみたいな感じで、うん、すごい。私はあの結構しっとりめのが好きなんですよ、はい、なんで、うん、今まで食べたバームクーヘンの中で一番美味しかったです。おお、最上級のコメント。ひらりさん、今の納得。はい、よかった。その今まで食べた中で一番美味しかったっていうのは、うん、これはね、めちゃくちゃ、うん、まあ、定番なんですけど定番ですけど、でもこれは、はい、一番いいと思います。なるほど、はい、あの使いやすいですね、編集時にね。編集時に使いやすい。最後さすがで、はい、ね、キュッと。さすがにいや、分かってる、はい、それでね、それでいきましょう。それでいきましょう。みんな使っていきましょうね、これね、はい、今まで食べた中で一番美味しかった。はい、毎回言おう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 。はい、いいか、いいですよ。はい、じゃあ次ちょっと言いたいしていますか。はい、あ、こんな感じ。はい、もうみんなも言っちゃったんですけど、はい、私も最初に、うん、あ、しっとりすると思って、はい、あと食べやすいサイズっていうか、うん、だからお腹が空いたりした時とか、うん、ちょっと小腹が空いた時に、はい、すごいめっちゃ食べれるやつだなと思ったのと、はい、あとさっき紹介してくれた、うん、あのお店でやってるクリームとか、クリームのやつ、それクリームです。あれめっちゃ食べたくなって、はい、これだけでも美味しかったんですけど、うん、あれついたらもっと美味しいなと思ったので、それも食べたいなと思いました。これはいいじゃないですか。今まで食べた中で一番美味しかった。ありがとうございます。すごいですよ、ものちゃん、これね。これめちゃめちゃ良かったじゃないですか。はい、もう全部言っていただいた。全部言いましたよね。サイズから言いましたから、ね。基本情報全部言って、ちゃんと覚えた。さすが受験生、はい。暗記にはもう任せとけとね。平井さんどうでしょう、今の。今素晴らしいですね。一番良かった、今までの。今までの中で一番良かった。今までの中で一番良かった。いただきましたね。さあ、まだ言ってない人は一体誰だ。はい。さあ、新人、新トマト、どうでしたか、この味は。お味っていうか、はい、このパッケージ、パッケージ、パッケージですね、の、はいはい、ネーミングセンスめっちゃいいと思うんですよ。ネーミングセンス、なんで書いてあるんですか。ありがとう、ありがとう、めっちゃいいと思います。ありがとうございます。あ、ありがとうって書いてある、はい、これちょっとね、カメラさんにちょっと見せてもらって、カメラさんが抜きますから、あ、ここ新品あるから、はい、ここ新品ありますわ、はい、ありがとうって書いてあるんですね。これな、ちなみにこれなんでありがとうって書いてあるんですか。ありがとうっていうのはね、はい、やっぱり日本人の心として一番素晴らしい言葉だと思う。いや、いい言葉です、ね、はい、ありがとう。やっぱりありがとう言われて嫌な気持ちになる人はいてない。いや、いないですね、はい、いろんな場面でもやっぱり使うと思う、はい、大丈夫ですか。はい、いろんな場面でも、あ、はい、いろんな場面でもね、はい、どんな時でも使える言葉ですし、で、簡単な言葉ですけど、なかなかね、うん、親しいなかったら恥ずかしくて言えなかったりするので、大事にしたい言葉で、お友達とかでも、はい、そっとこうね、家族とかでも食べてってあげた時にありがとうって書いてちょっとほっこりする、はい、言葉の代わりにこの商品で感謝を伝えることができたり、うん、まあ、それを言っていただいたんで、すごい完璧で、ほっこりしましたね。ほっこりしましたね。そう、今まで食べた中で一番美味しかったです。素晴らしい。どうですか、皆さん。最後でもあんまり言い過ぎるとね、嘘っぽくなっちゃう。そうですね、今、はい、取ってつけた感がありましたね。ありがとうだけでよかったかなと思います。ダメ出し厳しい。ダメ出し厳しいですからね。はい、はい、ありがとうございます。この後ね、あのマイドリームズという、またこれ通天閣ハーツアイドルが登場して、またこれ同じこれ感じでね、ちょっとコメント言ってもらいますから、マイドリームズ食べますよ、後でね。今聞いてました、コメント。はい、今だと被っちゃダメなんですよ。頑張ります。頑張りましょうね。頑張りましょうね。これお二人、あの後でマイドリームズ食べてコメント言いますから、聞いていただいて、はいはい、さっき言ったよって、うん、ね、ちょっとチェックして、はい、ね、お願いいたしますね。めっちゃ顔が引きつってますけどね。プレッシャーが。大丈夫だよ。大丈夫だよ。ね。
はい、じゃあどうもね、あのお二人来ていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、あのね、ハンバーガールの方もね、ちょっと時間の方がそろそろなので、まず平井さんの方から、はい、みなみんの告知を入りしていただこうと思います。はい、お願いします。はい、お願いします。まず一つ目、はい、はい、すいません、4つありますんで、4つあります。今にいきますね。はい、はい、まずですね、あさってなんですけども、はい、21日日曜日、うん、アイドル甲子園っていうですね、はい、総勢14組のアイドルさんが出るイベントがあるんですけども、はい、こちらの方に、出演させてもらいます。はい、はい、出演時間が1時50分から2時5分まで、うん、15分となっておりますので、はい、はい、一つ、場所は大阪ミューズです。大阪ミューズです。はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。そして2つ目、12月23日になります。はい、はい、こちらですね、蔦屋恵比寿橋で、定期ライブをやってるんですけども、うん、今回特別に、まあ、23日ということで、はい、クリスマス公演ということでですね、はい、ちょっといつもとは違った、はい、セットリストで、はいはい、お送りしたいなと思っております。うん、で、まあ、もちろんクリスマスなんでね、はい、もちろん、まあ、サンタの衣装を着て、あ、いいですね、歌おうかなと思っておりますので、いい、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。2つ目、はい、では続きまして3つ目、はい、27日の土曜日になりますけども、はい、こちら ATC アイドルフェスタというイベントがあるんですけども、うん、はい、こちら、みなみんの、まあ、言うとワンマンライブ的な感じで、お、してますので、はい、こちらが南港 ATC の海エル広場南端ステージ、南端ステージ、はい、という場所があるんですけども、はい、こちらの方でやります。こちらで1時間半やりますので一つお願いします。すごいですね。はい、はい、ありがとうございます。ただもうでも多分ね、もう半分以上は喋っていますね普段よりもトークが中心。はい、はいはい、そして最後です。はい、4本目。はい、28日の日曜日なんですけども、うん、こちらも蔦屋恵比寿橋さんの方で、はい、年末公演になります。はい、はい、こちら1時からと4時からの2回公演になりますので、はい、はい、一応これが、今年最後のライブになりますので、一つよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、平井さん、ちょっと来年に向けてですね、来年こんなことがやりたいみたいな抱負を一言教えていただいてもよろしいですか？はい、そうですね、うん、これは僕の個人ですよ。個人の方ですか。はい、じゃあ来年はですね、はい、まあ、関西、皆さん含め、うん、もう関西のアイドル界全体が盛り上がるような、はい、ちょっと大きなイベントをやりたいなと思ってまして、まだ全国の、はい、もうメジャーなアイドルさんも、うん、地元関西のアイドルの皆さんも一緒になって、うん、盛り上げていけるような、はい、イベントをできればいいなと思っております。いや、もうぜひ頑張ってください、ね。はい、ありがとうございます。平井さん、はい、呼んでください。ハンバーガーハルカ呼んでください。お願いします。はい、で平井さんはね、この後まだ残っていただいて、はい、次マイドリームのところも出ていただきますので、ね、はい、引き続きお願いいたします。はい、お願いします。はい、では続きまして西日本ハンバーガーのゼータからまず告知をお願いいたします。はい、あかりいきますか。あかり、かわいく言ってくださいね。はい、告知です。まず12月23日21日あさってですね。あさって道頓堀のZAZAというところでイベントがあります。その時は3人しか出ないんですけど、頑張るので来てください。そして12月の23日淡路島のイングランドの丘というところでライブをします。クリスマスライブのクリスマスライブがあるので、はい、綺麗だと思うのでよかったら来てください。はい、お願いします。そして通天閣の下で、はい、年内最後のライブということなので、皆さんぜひぜひ足を運んでください。お願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあね、これハンバーガール、あの来年はちょっとメンバーもね、これ増えましたから、はい、ね、皆さんちょっと一緒に頑張っていきましょうということでね、よろしくお願いいたします。はい、でハンバーガールはこの後、他のゲストの方が一回来ますけども、またこう再登場という形で何回かね、このメンバー変わりながらこう登場しますんでね、ぜひあの皆さん最後まで、ご覧いただければと思います。じゃあハンバーガールしばらくちょっと休憩入ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではここでね、メンバーチェンジします。じゃあハンバーガールは一度ここ立っていただきまして、はい、じゃあ今からメンバー変わりますよ。まずマイドリームズのリナティとムーちゃん、まず来てください。はい、リナティとムーちゃん、まずこちらに平井さんの隣に座ってください。はい、どうぞ。家川通ります。
はい、どうぞ。今ね、はい、転換しております。はい、どうぞ座ってください。で、どんどん呼び込みますよ。はい、そしてですね、マイドリームズのこちら総合プロデューサー、安倍の経済新聞編集長の新庄さん。新庄さんいらっしゃいますか。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。座ってください。はい、そして、ナンバー経済新聞の後藤さんはいらしてますでしょうか。あ、後藤さん、なんか雰囲気変わりましたね。よろしくお願いします。どうぞ後ろ座ってください。はい、今、照明は消えました。大丈夫です。大丈夫です。はい、そんな過去にもありつつ、はい、お送りしております。はい、こちらの方座ってくださいね。はい、はい、さらにですね、あ、これで大丈夫ですね。はい、大丈夫、はい、これ大丈夫ですね。はい、この状態でスタートしましょう。ちょっと後藤さん、これちょっとお隣寂しいですね。呼びましょう。追加で呼びましょう。うんうん、はい。じゃあ、梅田経済新聞の和田さん。和田さん来てください。和田さん。和田さんも登場です。はい。和田さんも大当て。すいません、和田さん。急に呼ばれましたね。急に呼ばれました。はい、和田さん。そしてもうね、はい、和田さん行きましょう。はい、和田さん座っていただきまして、はい、この状態でスタートします。はい、よろしくお願いします、皆さん。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、こちら、まあ、第2幕といたしましてですね、ここでまず、手前に座っているこのアイドルのお二人、これね、マイドリームズさん、そして横の新庄さん、そして後ろのお二人はこれ経済新聞さん、ネットの、ね、新聞ということで、はい、これちょっと2014年を振り返る、そして2015年はこんなことが皆さん注目ですよという話をね、していただこうと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さあ、じゃあまずはですね、ちょっと簡単に自己紹介からちょっとしていただこうと思います。じゃあまずアイドルのお二人から自己紹介していただいてよろしいでしょうか。はい、はい、どっちからいきますか。はい、はい、どうぞ。はい、今日も一日スマイリナティで頑張りナティ、マイドリ1の食いしん坊、高校2年生17歳リナティこと平井リナです。お願いします。よっ、お願いします。そして、はい、夢に向かってちょっと頭脳し、高校1年生15歳のむーちゃんこと山崎あゆむです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あとちょっと平井さんにまとめて感想聞きますからね。はい、はい、そして新庄さんお願いします。あ、なんかご挨拶を僕練習してもらってもいいですか。大丈夫です、大丈夫です、普通で大丈夫です。いいですか。はい、あ、すいません、安倍の経済新聞編集長の新庄です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ後藤さん行きましょうか。はい、はい、自己紹介です。はい、後藤さん顔真っ赤ですけど飲んでますね、あなた。大丈夫です。ちょっとびっくりしたんですけど。はい、後藤さん自己紹介簡単に、はい、お願いします。ナンバーのことならお任せください。はい、後藤編集長です。はい、そして、はい、梅田経済新聞編集長の和田です。和田さん、ちょっとなんかやってください。こういうの、こういうの。はい、よろしくお願いいたします。はい、じゃあね、ちょっと一組ずつちょっといじっていきますけども、まずマイドリームズですよ、これね、はい、どうですか、これ通天閣初アイドルということで、はい、ちょっとグループの紹介をしていただいてよろしいですか。そうですね、はい、私たちのグループは、はい、メンバー全員が大阪府に住んでいるっていう、うん、大阪府の人で作られたグループなんですよ。はい、はい、隣の総合プロデューサーの新庄さんがめっちゃ怖い顔してますけど、これ大丈夫ですか。違うさ、え、それ違うさって顔してます。いや、それは違うことないです。あ、そうか。はい、はい、もう続けてと、はい、続けて。そして、ハイラ出た。私たちまだ、はい、実はデビューしてなくて、デビューしてなくて、12月29日に、はい、通天閣地下スタジオの通天で、うん、はい、12時から、うん、14時からデビューイベントさせていただくんで、よかったら皆さん来てください。観覧無料になります。観覧無料で、よかったら来てください。はい、よろしくお願いします。ね、まあ、こういったまあアイドルが今誕生しているということで、まずじゃあ平井さん聞きますけども、はい、まずこのマイドリームズというものね、まずアイドルのついての印象といいますか、うん、はい、印象、はい、前ラーメンエキスポでね、はい、舞台など見ていただいたと思いますけども、はい、はいはいはい、実はあんまり舞台見てなくて、あ、あの時見れなかったんですね。はい、はい、ちょっとバタバタしてました。バタバタしてはい、はい、なんですけど、うん、まずこのマイドリームズっていう名前がいいと思いますね。名前がいい、はい、これどなたちなみにつけられたんですか。はい、僕と通天閣の副社長と、はい、あと、まあ、イゼルゲイズ工房の竹下さんっていって音楽プロジェクトやってると思いますけど、もう3人で本当に 2,3 週間ぐらい太田が2件を出しちゃって、うんうん、もう多分もう本当50とかそのぐらいの案から、ちなみにその時に新庄さんが出してた案って何かありますか。その時はね、うん、
あのここのスタジオが210っていうスタジオ210、はいはいはい、210なんで、うん、で割とアイドルっていうのが48とか、はい、なんとか21とか数字をつけようと思って頑張って、はい、いろんな組み合わせしたんですけど、はい、うまくまとまらなくて、はいはい、そこで、まあ、大阪らしいあの本当にあのコンセプトが、うん、あの大阪をめっちゃ熱く盛り上げるという、盛り上げる、まあ、大阪らしさをすごい追求する感じの、うん、まあ、あの大阪の本当ご当地アイドルらしくしようと思って、うん、でもアイドルっていうのはなんか大阪っぽいなと、はいはいはい、ということで、リン、まあ、ドリームズとかけたっていうことですね。ああ、なるほど、得られた。もともとはだからマイドリームズ、キラガナ、僕がちょっと毎度だけ開かにしましょうっていう案を出した。それは正解じゃないですか。出した。ね、毎度っていうね。はい、うん、そうです、はい。うん、というだからね、その大阪らしさと、まあ、この前、はい、英語のね、マイドリームズ、はい、まあ、私の夢っていうのが、こう、うまいこと、掛け合わさってるなと思う。あ、すみません。ありがとうございます。はい。あと今、自己紹介をしてましたけど、どうですか、うん、はい、自己紹介。内容自体は、うん、これで別にいいと思うんですけど、はい、もうちょっとテンション高い方がいいかなと、もう一つ二つぐらい、はい、ちょっと元気足りないかなという印象は、うん、正直あったので、はい、はい、元気出していこう。はい、お腹空いてる？うん、お腹空いてます。まさきもご飯食べていいよ。お腹空いてて食べたんですけど。だから二人はちょっと緊張するタイプで、ね、すっごいなんかやたら背筋伸ばしました。ねえ、なんかムーちゃんすごいなんか姿勢がいいですもん。ちょっとこうね、どうしてね。さあ、でこれ後藤さん、これね、はい、あの安倍の経済新聞の新庄さんが、はい、何をちまよったか、そのアイドルプロデュースを始めるわけですよ、これ。はい、ねえ、これはあの和田さんもで後藤さんもね、やっぱりその経済新聞グループで、はい、よく集まりとかされてると思うんですけど、はいはい、まあ、新庄さんがアイドルプロデュースを始めるって思、ね、うん、言った時どう思われたんですか、はい、そうですね、新庄さんが、はい、あの安倍のも顔みたいな感じになってきてますので、顔になってますね、はいはい、そこで誰かが何かやるなら新庄さんだというのがありましたんで、はい、まあまあやったかと、やったかと、やるつもりはしてたんだろうなと、はい、ええ、まあ、我々結構な地域密着でやってるわけですよ。そうですよね。そうなんですよ。はい、うん、だその地域を盛り上げるっていう意味では、はい、すごいいい活動だなと思います、ね。ああ、これいい活動だと。はい、和田さんどうです、これ。アイドルなんて私は認めないわよみたいなのないですか。全然ないですけど、まあ、新庄さんなんかいろんなことしてはるし、はい、やっぱりそのがっつり地元っていうのを入り込んでる感はあるので、うんうん、さっきあの後藤が言ったみたいに、はい、なんか、まあ、地元を盛り上げる活動っていうことで、うん、まあ、新庄さんがやりそうな感じやりそうなことちょっと想像してたこういうのやるんじゃないかと、はい、はい、と思いました。なるほど、はい、今後どうですか、その梅田そして難波からもアイドルプロデュースみたいなことはないんでしょうか。いや、難波は南の、はい、押してます、ね、これは南押してる、ありがとうございます。はい、あの取材にも来ていただきました。ああ、これは大事ですよね。はい、そうね、そうか。じゃあそれまたその南とね、経済新聞さんに何かが生まれるかもしれないですよね、今後にね。お願いします。お願いします。はい、梅田はどうなんですか、梅田は。梅田はでも梅田多分ど真ん中はあんまりない感じやと思うんですよ。ああ。やったらその、うん、あのライブハウスがあるあの、はい、中崎町のところがあったりとか、うんうんうん、とかちょっと横っちょみたいな感じ、はい、横っちょみたいなところの方が思いますけど誕生させやすいみたいなのがあるんですかね、はい、あんまり中心部じゃない方ががいいといういいんじゃないでしょうか、ね、ことですかね、はい、でお二人はね、そのマイドリームズとして、で結成がいつでしたっけ。結成、まあ、10月1日にあのグリコさんのイベントで、まあ一応なんかちょっとお仕事というか表に出るようになった10月1日からチャップリ活動を開始したスタートで、今では2ヶ月、そうです、はい、ね、じゃあもう、はい、11月1日、はい、で今だからもう12月の、まあ、中頃ですから、はい、まあ、大体1ヶ月半からね、はい、2ヶ月ぐらい活動しているということですよね、はい、どうですか、この2ヶ月ぐらい活動されてアイドル活動ってどうですか、大変ですか。楽しいですね。楽しい、はい、レッスンとかね、いっぱい通天閣の地下に行かないとダメだったりするわけでしょ、はいはい、そんなんとか大丈夫ですか、なんか、うん、踊ることが大好きなので、もう自分がしたいことができてるので、もう楽しいです、ね、楽しいですか、はい、もちゃんはどうですか。なんかあの通天閣まで行くのとかちょっと距離はあるんですけど、距離ありますよねそのレッスンとかすごい楽しみにしていくんで、すごいね、あの行く時間が短く感じられます、うん、ああ、そうなんですね。
これはあの後藤さんや和田さんとかってどうですか、彼女のステージだったりとか、なんかレッスンを見たことはまだない、これから。はい、これからですね。あ、これからなんですね。この12月のね、この25日これ来ていただけたら、デビューイベントがありますからね、これぜひ来てほしいですね。はい、ですね。さあ、で今日はですね、まあ、マイドリームのこと触れながらですけども、ちょっと皆さん来ていただいてるんで、ちょっとニュースなどちょっと発表しながらね、ちょこちょこマイドリームズにトーク術をこれね披露してもらおうかなと思うんですけども、はい、じゃあまずじゃあ新庄さん言いましょう。まずは新庄さん、2014年、はい、2014年、はい、今ちょっと準備しますね、2014年はこんなことがありましたよっていうのね、まず一つちょっと教えていただきたいんですけども、はい、はい、まず何からいきましょうかね。はい、はい、まあ、あの安倍の経済新聞っていう名前なんで、もうこれは避けもうこれしかないっていうやつですよね。何、うん、でしょう。やっぱ安倍ハルカスですね。安倍のハルカスがオープンした、うん、もうおそらくうちがまあこう取材活動してもうずっと続くんですけど、はい、多分これ以上大きなニュースはないだろうと、やっぱり大阪 の, あの天王寺の安倍のにですね、はい、日本一高いビルがグランドオープンするということで、うん、これでも嬉しかったんじゃないですか、ご担当エリアでそんなできるのね、うん、あんまり言いにくいんですけどね、もともとあそこ近鉄百貨店って場所だったんですけど、はいはいはい、まあもともとよく取材っていうか行ってたんですけど、うん、取材行く時って僕ほとんど一人で取材してたんですよ、その建物、はいはいはい、で安倍のハルカスのグランドオープンの時に、うん、取材陣がそうですね、300、400人ぐらい来たんですかね。あ、そんな来たんですか。海外からも来ましたし、ああ、やっぱ日本人だからね、はい、うん、普段僕しかいないところになんか400人も来て取材してたと、はい、すごい、すごい、それの、まあ、あのグランドオープンのセレモニーの間近で、まあ、これ写真を撮った写真なんですけど、今ね、画面出てますね、はい、日本一長いテープカットっていうのをされたんですね。そうなんです、これがもうあの3000メートルだったかな、もう本当1階からテープをつないで、はい、それでテープカットをしたっていう、すごい、しゃくだれ。これちなみにあれでしょう、そのマイドリームズさんって確か安倍のハルカスでなんかライブをされるんですよね。そうなんです。これいつですか。12月の23日に、はい、イーデル芸術工房さんと私たちマイドリームズが、うん、はい、クリスマスライブをさせていただくことになりました。クリスマスライブ、これはそのハルカスはどこでやるんですか。7階でやらせていただきます。はい、7階にそういうなんか広場があるんですかね、ステージみたいなのがあって、7階の街ステーションっていうイベントスペースみたいなのがあるんですね、はい、あって、はいはい、そこで やられるんですか。はい、無料です。あ、無料しかも、はい、はい、じゃチケットとか特に買わなくてもいいんですか。はい、はい、これちょっと後藤さんとちょっと行かないと、これ行かないと、はい、行かないとですね。12月23日ですからね。お休みですから、はい、お休みですから、はい、時間は何時でしたか、もう一回。12時から3回やらせていただきます。3回もやるんですね。3回、はい、すごい、はい、まあ、30分ずつぐらいなんですね。あ、30分ずつぐらいでやられるということですね。ぜひ皆さんこれ見に行かない人ですね、はいはい、でまあ、この安倍のハルカスがあります、うん、そして次は何だと思いますか。もう終わりですか。あ、これ、あ、まあ、あの重大ニュースはこれ一つですね。あ、これ一つで、はいはい、あと2015年には、はい、あのその安倍のハルカスが、はい、建てた近畿日本鉄道さん、日本鉄道さん、はいはい、があの実はあのすぐ向かいの、 あの安倍のハルカスの斜め向かいの、うん、あの実は天王寺公園の天王寺公園指定管理者になったんですよ、実は、はいはい、今、はい、なってるんですね、ええ、それで今あの実は天王寺公園でずっと何十年も前からからあの有料なんですけども、ええ、つい最近有料あの無料になってるんですね。あ、はい、なんでかというのが大幅大規模な工事入って、工事で実際その今までその大阪市へあったんですけども、うん、そこのスペースはもう近畿日本鉄道さんがお店を出したり、お店を出す、はい、もう管理も全部するという。なるほど。来年の10月ぐらい秋から予定して、はい、だからそこがね芝生広場になったりとか、要は今まで公園だったんですけども、はい、あのどちらかでそうですね、うん、まああのイベントスペースに変わると、変わると、はい、はい、ですからパブリックビューイングやって、もしかしたらライブあのね、イベントとか、それはねすごい、だから今ハルカスではすごい箱なんですけども、ええ、ここで何かもう毎週何か起こられるっていうか、うんうん、あの中にお店ができたりとかしてすごい変わるっていうのが、それはもうどんなことが起こるのかっていうか想像つかないけど面白そうですね。ね、これができることによってこれマイドリームズのこれで、ね、活動の場ができるんじゃないですか、追加でね。そうですね、まあただ公演なんで、はい、勝手に歌おうかなって気もあるんですけども、勝手に歌うのありなんですか。いや、わからない。青空カラオケとかなんか、青空カラオケもありましたけど、はい、あ、ですからあの本当にそのなんですかね、あのもともとそのなんて、多分おそらく無料化とかにな、まあ今は無料なんですけども、うん、あのそっちの方に出来上がってもなって、もう本当にすごい賑わいができてるということですね。確かフットサルコートと、うん、あとカフェであったりとか、うん、そういうのもできる、ドッグランとかそういった案が今出てる最中、うん、はい、できるということですね。はい、もうだからすごいなんか、うん、
面白いスペースになるなと。このいやいいですね。これマイドリームどうですか、天王寺公園とかどうですか、行ったりとかします？一回行ったことあります。おお、どうですか天王寺公園のご感想は。大きいですよね。大きい、大きい。動物園とかありますよ、動物園。天王寺動物園は行ったことないんですけど。あ、それまだない、はい、だから行けたいなって思います。あ、二人ともないんだ。言うの忘れました、天王寺動物園も、はい、あの次の元日1月1日に100周年なんですよ。ああ、これめでたい、これめでたいですね。100周年。はい。ですから100周年、一応1月1日もイベントするんですけども、はい、おそらく10月そのぐらいにそう出来上がるというのはまた大きなイベントになると。はいはいはい。すごいこの変わり。なるほどね。これちょっと来年も結構暑いですね。このエリア、これね。めちゃくちゃ暑いです。ね、マイドリームズ来年のなんか野望とかあるんですか？野望。野望、こんなことやりたい、あんなことやりたいみたいな。そうですね、はい、どんどんなんかあの出演していきたいなと思って。出演していきたい、なんかテレビとかも出たいですし、はい、うんうん、いろいろなことをしていきたいなって思っています。はい、なんかでも一回テレビ出てましたよね、なんかあのあれ裏マヨでなんかのおばちゃんが相談なんか乗ってましたよね、はい、見ました。なんかよく最初に絡んだアイドルがおばちゃんでした、うん、はい、ね、でゆくゆくは彼女らがおばちゃんになるんですよね。数十年後ぐらい、数十年後はだからずっと続けてもらったおばちゃんみたいな感じになって、ね、この前のラーメンエキスポの時になんかそのヒョウ柄みたいな衣装あれどこに行ったんですか、あれ。あれですか、あれ、あ、すいません、あれちょっと地味だったんでちょっと今パワーアップさせてます。マジですか、はい、あれはちょっとメンバー間であれ衣装初めて見たんでしょ、あれ。その前の日にレッスンがあって、その日に初めて見させていただいて、はい、おー、それはあのでもあれはちょっとあのあれなんですけど、実は私あの通天閣ある新世界に、はいはい、あのすごい人気の婦人服店があるんですよ、はいはいはい、そこの代表元に代表であのたまたまそういう著名なそのファッションデザイナーとに、はい、あの目立つ大阪らしいものを用意してくださいと、わ、うん、かりましたと、はい、持っていきますと、それでその前の日に持ってきたと、そのラーメン、そういうことだったんですね、はい。これあの皆さんこれ知らない方もいると思うんですけど、あの大阪のおばちゃんがね、なんかそのヒョウ柄のことにヒョウの顔ドーンみたいなのあるじゃないですか、あれなんですよ、彼女の衣装が。大丈夫ですか、あ、実際ただ私が違うってことになってませんか。ただあのファッションデザイナー君もこれすごいいいでしょということと、うん、あとあれがもう廃盤で、はい、すごい希少なやつらしいんです、実際は。あ、そうですね、絶対に手入らないです、これ入らないと、はいはいはい、すごいあのあのそのなんか業界的にはすごいいいもんらしいです。平井さん見ました、マイドリームズのあの、はい、衣装見ました、ね、はい、どうでしたか。まあ、だからインパクトはあると思いますので、うん、はい、それは着ないとね。ですから、あとあれをあのファッションデザイナーとか一応コーディネートして、はい、あのプラスアルファでちょっと派手、ちょっと地味だったんで派手にしますと言ってました、ね、はい、十分派手やったと思ってますね。はい、派手、ちょっと地味すぎましたので、あ、そうです今あの、なるほど、分かりました。さあ、じゃあどんどん行きましょう。じゃあ次はあの和田さん行きますよ。梅田経済新聞さんからのちょっと2014年候補だったよっていうのを出していただきましょうか。まずじゃあ1本目何がいいですか、2014年度は。そうですね、まあ、今年はその去年みたいにグランフロントみたいなこう大きいのがなく、去年ですもんね、グランフロント大阪は。そうですね、はい、なのでちょっと地元の人しかあんま分かんないかもしれないんですけど、はいはい、一つ目は、はい、ディスコのマハラジャが復活を。ディスコのマハラジャが復活、これマイドリルズ知ってます？ディスコのマハラジャって。分かんないですね。分かんないですか、はい、それディスコという単語しか分からないですよね。ディスコは分かるよね。ディスコやっぱり分かんないですね。分かんない。平井さんディスコって何ですか。平井さんディスコって何ですか。今でいうクラブです。あの踊るとこ、うん、クラブとかわかる、はい、なんかあの DJ の人がこうやったりとかしてるやつのなんかお立ち台とかね、昔ね、昔はね、あったんですよ、はい、で、なんかセンスとかこうキラキラって和田さんがね、踊ってたんですよね。そうですね、年代的にはそうですか、踊ってたんですか。踊ってはった、はい、それが復活した。復活しました、はい、東通り商店街、東通り商店街で復活した、はい、今ね、画面の方にも出てます、はい、こちらですね、はい、東通り商店街の中でこのマハラジャ復活、これは実際に、今、タレントさんが誰かが踊ってるんですか。そうですね、タレントさんっぽい人も踊っていらっしゃいますし、もちろん、はい、あの一般の方もこの時代には上がれます、うん、一般の人も上がれる、はい、マイドリームズじゃちょっと上がれますね。ちょっと未成年だからダメじゃないですかね。18歳か、未成年ダメなんですか。はい、18歳かちょっとダメですよね。入れないかも、入れないです、はい、ちょっとハンバーガーとリーニャがちょっと話しますリーニャちょっと僕仕事入れますから、はい、マハラジャで、マハラジャで暴れてきて、暴れてしますからね、はい、なるほど。これがまずオープンした、はいはい、そしてはい、そしてもう一本、もう一つは、はい、阪神百貨店さんの、はい、屋上の遊園地が、はい、
閉園になりました。これ寂しい、これね、寂しいニュースでした、うん、これだから僕ら子供の頃とかね、やっぱり遊園地はあのなんだその百貨店の上のね遊園地がそれ楽しかったみたいな、そういう思い出とかないですか？あまり行かない、デパートの上の遊園地とかがもうなかったのかな。でもニュースで聞いたことありました、ね、ニュースで聞いたことある、はい、自分たちが遊んだことない？ないですね、多分ないか、はい、ないか。平井さんありますもんね。僕はありますけど、うん、やっぱり最近はねないですよね、その屋上にそういう遊園地的なところ、うん、昔はねいっぱいあって、だから買い物行ったら屋上に上がったらもう、うん、まあ、ちっちゃい遊園地があって、そうそう、大阪市内でやったら最後だったんじゃないですか。あ、そうなんですか。大阪市内、最後の大阪市内最後でしたね、ね、もう今コメントくださった方も俺の世代までかなって言ってますね。俺世代の方が僕ら世代の方なんでしょうね、これね。お父さんはでも遊園地とかで遊んでたんでしょ、その百貨店の上の、はい、百貨店の上で遊んでたと思いますね。ね、はい、どこで遊んでたかとかって覚えてたりします？どこの百貨店の上、あんまり正直奈良で育ってるんで百貨店がなかったっていう奈良ドリームランドで遊んでました、ね、ドリームランドで遊んでました、廃業になる前のね、なるほど。でも百貨店の上は遊園地っていうイメージはありますね。ありましたね、昔ね、はいはい、ありがとうございます。和田さん、そしてあとは、はい、はい、あとは、そうです、あとはあの大きいユニクロができました。そうだ、ユニクロできましたよはい、あのグローバル機関で、そうそうそう、はい、できます。マイドリームズだったらユニクロ好きでしょ。行きますね変なためがちょっと言われる、やばいですね、やばかったですね、はい、ユニクロいいですよ、本当に。家族と一緒に、家族と一緒に行く、あのお父さんのなんか行きたいみたいで、お父さんが行きたいみたいでユニクロに行きたい、はい、君たちの服はユニクロでは買わない？たまに買いますね。たまに買います。ユニクロもだからその合わせ方によったらね、ものすごいいい感じになったりとかもね、うん、お小遣いで買ったりとかするんですか？いや、まだ買ってもらってます。まだ買ってもらっている。今おいくつでしたっけ？今15歳です。15歳ですよ、これ平井さん、ねえ、ねえ、うん、中学校3年生いや、高校1年生。あ、高校1年生で、はい、おいくつですか？17歳です。17歳、高校2年生。はい、高校2年生で。高校2年生だったらもうね、アルバイトしたりとか。はい。で、ユニクロで服を買う。それはどうなんですね。いや、服はあの、お母さんに買ってもらってます。お母さんが買ってくれる。はい、ああ、もうでもそんな感じか。そうか。でもお小遣いっていうか、そのなんだ、お金は何に使ってるんですか？まず携帯代を払って、うん、あ、携帯代は自分で払う、はい、自分で払って、なんか友達と遊びに行くときは、うん、自分のお金で遊びに行って、うん、遊びに行って、はい、あ、そうなんですね。で、服とかは親に買ってもらって、はい、これが欲しいとか言うんですか、親？一緒にあの買いに行って、うん、で、家族みんなで選んで、あ、選んで、はい、あ、そういう形なんですね。そうかそうか、だから自分で勝手に行って、なんか派手派手しい服とか買えない。あ、買えないですね。買えない、もうじゃあもうそれ、はい、あ、自分では好きなのは買えない。なるほど、そうか。これね、ちょっと新庄さんまだ買ってあげないとダメです。買ってください。固まってます。ね、僕も買ってほしいです。自分で買ったらいいじゃないですか。すみません。ね、ありがとうございます。和田さん、次は。はい。さらに来年の、来年の話題いきましょうか。2015年の注目。はい。はい、今年あの JR 大阪三越伊勢丹さんが、はい、まあ。今一番下の食料品売り場とレストランを、うん、はい、だけの営業でも中が改装工事に入ったんですけども、はい、一応来年の春にルクアイーレとして、うん、ルクアイーレ、はい、はい、リニューアルオープンするというので注目をしています、うん、これ注目ですね、はいはい、これルクアはでも行くでしょ、さすがにマイドリームズ。ルクア、ルクアわかんないですか大阪 の、 あの JR の大阪駅のところにあるでっかい建物ですか？すいません、あの大阪の子なんですけど、大阪のことあんまり知らないそうか、そう、でもそう、で、大阪梅田に行ったらどこに買い物に行くんですか？梅田ヘップ。あ、ヘップなんだ、はい、そうか、ヘップってだから意外と若い、ね、うん、ね、人たちが結構行くんですよね、うん、むちゃんもですか、はい、ヘップ、ヘップです、あの赤いでっかいあのクジラが大好き。一緒に行ったよね、この前、うん、まあ、一緒に行って、はい、その時は服でも買えないでしょ、お母さん来てないなんかこれ可愛いみたいなって、うん、パーってこう見るだけ見て、じゃあ覚えといて今度、ああ、お母さん連れてきて買ってもらおうよみたいな、はい、健康的ですね、なんかね、買い方がね、買い方がすごい健康的、うん、なるほど、ありがとうございます。ルクアですね。他2015年ありますか？以上、以上です、以上ですね、はいはい、これちょっと2015年、これ梅田ね、注目ということですね、はい、和田さんありがとうございます、はい、
さあ続きまして難波経済新聞いきましょう。これ難波経済新聞、まず2014年度からいきましょう。はい、はい、まず1本目は何にしましょうか。3つありまして、3つあります。1つ目がまずですね、今日もあの道頓堀にあの元阪神のランディーバースが来たりしてましたけれども、はいはい、道頓堀のグリコ看板が新しくなったと、ね、うん、ああそうだね、そうだそうだ、はい、これなりました ね LEDになりましたね、はい、で今回ですね、うん、その中でも、はい、あの8月の、うん、末にですね、うん、1回リニューアルの工事に入ったんですけれども、はいはい、その時の工事幕が綾瀬はるかさんになっていて、うん、こっちの方がどちらかというと話題になってました、ね、これ後藤さん見に行ったんでしょ。もちろん見にも行きました。どうぞ、生の綾瀬はるかってどんななんですか、はい、このだからあの幕の時はまだ生じゃないんですけれども、はいはいはい、実際のリニューアルの時には綾瀬はるかさんが来られて、ね、本物来てたんですよね。本物が来て間近で取材させていただきました。喋ったんですか。喋りはしないですけれども、なんか手紙とか出しました。それもないですね。大きかったですか、小さかったですか。割と大きいのかなという、ね、背高いんですね。肌がめちゃくちゃ綺麗でですね。触ったんですか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 。これをファンにどれ言われるか。これ見るからに綺麗な方、見るからに綺麗な方が、まだ結構あのメディアの方に対応すごい優しい方で、あものすごくいい取材をさせていただきました、ね、今日も会社休む言ってましたか。ちょっとこざって言ってました。ちょっと今ニコ玉が炎上してますね。触っただとって後藤ゆるさんっていう人が言ってますよね。はい、これ何番検査しますか。後藤さんにこれクレームを皆さんにお願いしますね。これがやっぱり今年の今年の一番でした、はい、で次、お次。あ、ごめんなさい、はい、あの綾瀬はるかさん、うん、僕何度かあの映画のキャンペーンで来られた時に、うん、あのお仕事一緒にさせてもらいました。えマジです。3回ぐらいは。3回ぐらいは、はい、もうテレビで見るあのままです。あののんびりした感じの、はい、そうなんですね、はい、なんかちょっと高飛車になったりとかしないですか。全然ない、はい、低姿勢で。むしろ綾瀬さんの方がすごい気使うぐらいな感じ。マジですか、はい、平井さんメガネ忘れてますよみたいなとは言われてないですけどあったりする、そういうぐらいの、うんうん、はい、そうなんですか。すごいな、はい、サインとかもらいました。サインはもらってないですけど、はい、立ちはもらえないですよ、それは。まあ、もらえないですよね。ただ去年から僕個人的にあの一番取材したアイドルがおばちゃんだったっていうのはなんか、はい、はい、もうね、おばちゃん見てたらあれですけど、ちょっとがっかりな感じですね、はい、でもよくね、あの僕もよく阿部のキューズモードによくアイドルさんが来るんですけど、はい、で僕取材行った時もよく新庄さんも一緒にいらっしゃるんで、まあ、どちらか個人的に見に行く場合が多いですけど、はい、なるほど。いやでも綾瀬あるかね、ちょっと会ってみたいですね、うん、死ぬまでに伝わってみたい。はい、綾瀬さんは、はい、綾瀬さんはいいですよね、うん、はい、透明感はすごいですね。透明感がある、はい、うん、マイドリームズで透明感ありますか。え、マイドリームズ透明感ありますか。さあ次のニュースいきましょう。はい、じゃあ3本目のニュースをちょっと。え、2本目です、ね、あ、そうか、綾瀬さんが1本目でした、ね、1本目です。あ、そうか、はい、それ1番のニュースだったんですね。そうですね。なるほど。さあ2本目はじゃあお願いします。あのお金がないけどラーメン食べたいなっていう時あると思うんです。いや、ありますよ、うん、今食べたいです、僕お腹がペコペコです、うん、今は、はい、そういう時に最適なお店がですね、はい、7月に心斎橋にオープンしたって話題なんですけど、ほう、なんてお店ですか。一服さんっていうお店なんですが、一服、はい、あのですね、10回払いできるラーメンです。ほう、はい、10回払い、ローン750円を10回払いできると。じゃあこれ、むーちゃんこれ計算しましょう。1回何円ですか。750円を10回払いするっていうことは1回何円払ったらいいでしょう。リナさんどう。これやばいですね。750円を10回払いですか。はい、顔はい、え、アイドル、アイドル75円。あ、正解です。おー、今高校2年生ですよね。高校2年生ですよね。当たってびっくりしてる。びっくりしました。いいですか、僕らがびっくりしました。75円ですよね。そうですね、75円あればとりあえずラーメン食べれると。へー、これは結構話題になりました。これ話題ですね、はい、今もあるんですけど、今もあります。ラーメンローンで検索したら出てきます。ラーメンローンで検索したらいい。ラーメンローンで検索、最長で10回払い。10回払い。餃子とかもあるんですか。それやったら餃子とかもありますね。180円だったのよね、はい、餃子やったら1回払うでしょう、はい、180円の餃子を10回で払おうと思ったら1回いくらでしょう。18円。あ、正解です。危ないですね。いや、危ないですね、はい、あ、そういうのができてると。そうですね、はい、これちょっとぜひ皆さん行きたいですね、はい、みんなで楽しそうですね、はいはい、そして3つ目が3位がですね、第3位が、ステーキ屋さんなんですけれども、ステーキ屋さん、いきなりステーキというお店が、うん、はいはい、関東の方で20店舗弱あるんですけれども、うんうん、関西大阪南だけで3店舗ボコボコとできました。ボコボコとできて、ボコボコできました、はい、これは 1g 5.5 円はい、はい、グラムで売るってことですか。グラムで売りますね。 5.5 円から、5.5 円から例えば 300g 欲しいと言うといくらになります、うん、はい、どうぞ、はい、どうぞ。え、
3g 1g 5.5 1g 5.5 円ですよね。はい、はい、300g、 まあだから 5.5×300 やね。 5.5×300、 うん、え1万5000円。高っ。高いですか。高いですね。高高い。150円。え、安いで食べれるの。これは安い。1500円。うん、大体ね。いや、今のは不正解ですよ。ちょっとおかしいですよ。このまま行ったら多分何時間もかかるかった。違うかったですか。いや、大丈夫です。5.5 円から。5.5 円。そうそう。じゃあ、それはじゃあ、あれ、何グラムくださいって言ったらいいですか。そうですね。300グラム以上の好きなグラム数を言えば、その通り切ってくれると思います。いや、これは美味しい。はい。あ、答え今来ましたね。5.5×300 なんで、1650円ですよ、と。ありがとうございます。見てある方、賢いね。ありがとうございます。助かりましたね。はい。あ、です。はい。はい、というわけでね、もうこれいきなりステーキ、これね。これ、ちなみに後藤さん食べに行かれたんですか。食べました。何グラムでしたか。400ぐらい行きました。あ、400ってどうですか。もうお腹いっぱい。めっちゃお腹いっぱい。めっちゃお腹いっぱいになる。めっちゃお腹いっぱいになるんですけど、はい、次の日割とね、さらっと行けちゃったんですよ。あ、あと残らない。残らなかったんで。残らないのはいいですね、これね。はい、いや、これぜひ行きたい、これ、いきなりステーキ。ステーキ食べたいですか、ステーキ。食べたいです。で、肉好き言ってましたもんね。新庄さん、お金持ってますから。新庄さん。真顔真顔真顔やめてください。最近、吉野家が値上げして困ってるんですよ。はい、ねえ。だいぶせこい話になってきた。はい、ねえ。ステーキ、お食べてくださいよ、マイドリームズで。食べたいです。食べたいですよね。最近、味噌汁つけれなくなったんですよ。味噌汁つけなくなっちゃった。ちなみに南ですけども、南は南の可愛いものを世界に発信するというコンセプトをね、やってるんですけど、で、南のいろんな場所に、まあ、取材に行って、はい、それを公演の時に紹介してるんですよ。なるほど。で、うどんミュージアムっていうのが、この前震災橋にオープンしまして、早速プレオープンの時にメンバー連れて取材に行って、すごい、はい、でそのうどん食べて、はい、で、それを紹介したりしました。発信してるわけですか。はい、それは、南のブログとかで見られる人ですか、ね、ブログでも見ます。はい。これじゃあ、南公式ブログ見たら、ちょっとうどんミュージアムのことも書いてあるということですね。このうどん食べましたけど、はい。はい。ちなみに平井さんは何うどん食べますか。僕はね、カレーうどんです。カレーめっちゃベーシック。めっちゃ普通の。なんかご当地のなんだかうどんたらじゃないですね。ご当地のうどんも、いろいろあったんですけど、その辺はメンバーに任せて。ああ、なるほど。はい。わかりました。はい。で、これちなみに後藤さんもちろん行かれて、うどんミュージアムは行きました。はい。はい、何食べたんですか。京うどん。あ、京うどん。いいじゃないですか、京うどん。ね、あれが入ってるんですか、九条ネギとか入ってる。入ってるやつです。やつですかね。はい、だしが美味しい。だしが美味しい。これぜひうどんミュージアムおすすめですからね。うどんだったらちょっとご馳走できるじゃないですか。安い、はい、新世界の立ちうどんよく言ってます。もっと安くなって150円とかですね。安すぎる。めっちゃ安いです。はい、じゃあ後藤さん、続きは、はい、来年の2015年度のナンバー、はい、話題なんですけども、はい、うん、来年もね、実は道頓堀に注目をしてまして、お、実は道頓堀の川ですね、はい、これ人工的な川でして、うん、400年前に安井道頓さんという方が掘った、うん、安井道頓さんが、はい、道頓さんが掘ったから道頓堀です。ほんまにそうなんですか。でその記念碑も残ってます。ありましたっけ。ありますあります。日本橋駅の、はい、道頓さん。その400周年のが、はい、実は来年です。あら、はい、道頓堀400周年、はい、はい、でそれを町を挙げてですね、うん、大阪南400年祭りというのが来年1年間開催されます。マジっすか。はい、でこのロゴが決まったというニュースなんです。ああ、うん、そういうニュースがあったんですね。はい、ですから来年1年間ですね、道頓堀でいろんなイベントが行われますので、あれ、これじゃあもう南がもうグイ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 、そうだ、グイグイ行きましょう、これはね、ね、ね、その400円も盛り上げたいと思います。だって次やるのまたね、100年後とかでしょ、はい、これ、はい、もうね、南もおばあちゃん行ってるかどうかわからへんやろ、こんなもんね、100年後やったら、はい、今しかないですね。そうですね、うん、はい、来年じゃあ南勝手に盛り上げますよ。これが1位のニュースですか。これが来年来年のニュース。1位のニュース、綾瀬はるかです。2015年ですね。プールプールね、プール、はい、一応400年に向けての、うん、はい、プールはなんか言っちゃダメなのかどうなってもしゃらないから、うん、ね、プールできたら楽しいですよね。あれね、楽しいですね、はい、いや、ありがとうございます、後藤さん、以上ですね、はい、はい、後藤さん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。
さあ、まあそういうわけでね、これでまたまあメンバーチェンジになるんですけどもですね、ちょっとまあ皆さんからまたちょっとね、来年に向けてちょっと抱負なんか聞いていこうかなと思うんですけどもね、はい、じゃここでちょっと一旦メンバーチェンジします。じゃあまず和田さんから言いましょう。和田さん、2015年度こんなことしたい、あんなことしたいってありますか？2015年度2015年、来年に向けて。そうですね、やっぱアイドルをここは、はい、梅見みたいなの言ってるじゃないですか。梅見とはちょっと思うんですけど、もし梅田にアイドルがいたら、はい、結構な頻度で取材に行きたいなとは思います。お、マジですか？ので、はい、どなたかお願いします。じゃあハンバーガーある梅田ハンバーガーあるんでしょうか？何でも行けますからね。わかりました、じゃあ行きます。マジですか？はい、仕事が増えた。男性アイドルとかあってもいいですよね。何？男性アイドル。男性アイドルね、僕今度一個作ろうと思って。あ、そうだった。アマザイル、多分淡路島のエグザイル。淡路島よね。淡路島。淡路島。淡路島の方かなと思って。違います。淡路すぐそこじゃないですか。淡路島で、淡路島で、淡路島で。その時もぜひ、面倒見ていただけたら。はい、和田さんどうもありがとうございました。はい、続きまして、後藤さん。来年こんなことがしたいってありますか？新庄さんに負けずですね。あ、ついに。ついに。ついに。アイドルやらないですけれども。街にいろいろ関わって、関わって、ミニさんともいろいろあったらコラボとかさせ、はい、ていただけたらなと思ってますので、はい、お願いします。400年に向けて頑張っていきたいと思いますね。ありがとうございます。はい、はい、これじゃ歌詞とか書いてあるんですか？歌詞、アイドルの歌詞。歌詞、歌詞、あ、もし僕でよければ何かあればね、ぜひ。そうです、まあ、それ採用するかどうかは別問題ですので、ぜひ一度依頼されて提出。わかりました。ね、またじゃあ、Facebook で送ります。ありがとうございます。ありがとうございます。そして新庄さん。そうですね、はい、まあ、今マイドリームズが12月29日デビューなんで、うん、まあ、来年はちょっと大きなちょっとライブをしたいなと思ってますね。はい、はい、ライブ会場はなんか大阪城ホールって聞いたんですけど、大阪城の西の丸亭でしたいなと思う。なんか5万人ぐらい集めて。マジっすか？はい。でも壮大すぎて5万人集めてやるんですか、ライブ。はい、したいなっていうふうに、一応しかも来年やるんですか？来年です。早いですね。もうちょっとなんか下積み時代が。そうですね、うん、まずは定期公演で、今アベノハルカスっていう、まあ、大きなビルが建って、まあ、はいはい、天王寺動物公園もリニューアルして、うん、天王寺動物が100周年、はい、あと、まあ、通天閣ってあって、うん、まあ、そこで、まあ、今すごい観光客が来てるんですけども、はい、まあ、このマイドリームズが、まあ、うん、そこで、まあ、通天閣も違う、アイドルもおるよと、うんうんうん、価値としてなんかその観光っていうか、はい、わざわざその遠方から来られるふうになってほしいなと思う、はい、なるべくちょっと有料公演もちょっと考えてはいるんですけど、なるべくそのフリーライブっていうか、うん、フリーライブを本当にその通天閣で会えるアイドルっていうか、はいはいはい、そういうのほうにやっていきたいなと思ってます。なるほど、はい、新庄さんありがとうございます。はい、ありがとうございました。でね、マイドリームズの2人はまた後ほど出番がもう一回来ますんで、その時に会えて聞きますからね。はい、はい、じゃあ一旦ちょっとこのパート終了です。どうも皆さんありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ここでまたこれで、ね、はい、メンバーチェンジしますよ。メンバーチェンジします。はい、お呼びする方から来てくださいね。船橋さん、はい、中場さん、はい、そしてリーニャ、はい、ちーちゃん、はい、そしてくるみちゃん来てください。はい、はい、まず席、はい、ここにしようですか？あ、そうなんですね。はいはいはい、そうなんですね。そうなんですね。あれ、マジですか？あれ、そうなんですね。びっくり。まとめますか？え、まとめ、あと最後の時間欲しいからまとめてもいいですか？どちらにお渡します。ちょっと待ってください、ね、はい、とりあえず普段さんこちら座ってください。ここです、か、はい、ここです、はい、で中間さんここ座ってください。はい、端っこがいいの？真ん中です、真ん中です。はい、でリーダー横座ってください。はい、でちーちゃんその横座っていただいて、で後ろに、この真ん中の後ろのところにくるみちゃん座ってください。はい、じゃあね、第3番はこのメンバーで一応スタートします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そうか、そういうことなんですね。なるほど、あれですね、出演、もう画面出れなくなったってことですね。あ、そうなんですね、なるほど。すいません、ちょっとで、ね、あれですね。じゃあもう、なるかさんも呼んだ方が早いですね。かもしれないです。はい、はい、じゃあちーちゃんごめんなさい、ちーちゃんごめんなさい、くるみちゃんに横にごめんなさい、移動していただいて、はい、リーダー横にもう一個移動していただいて、はい、なるかわかずよさん来てください。なるかさんは行けますよね。はい、はい、じゃあなるかさんお願いいたします。はい、ちょっともろもろ諸事情が、マイドリームズはもう大丈夫ですか？マイドリームズはまだ後でやります、大丈夫です。はい、そんな若い子らと一緒に出たらマスケンみたいやんか。なるほど。
そんなことないです。大丈夫です。すいません。大丈夫です。カレー臭する。大丈夫です。そんな自虐ネタ、はい、自虐ネタ大丈夫です。はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまずね、お一人ずつ簡単な自己紹介からいきますね。ハンバーガーもさっきやりましたんで、このお三人から聞きたいです。まずじゃあ、フランスさん、お願いします。はい、いやもうやれるならやっていただいて、ね、いアイドルが見てますからね。いやいや、あの神戸経済新聞の副編集長してます船橋武と言います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続きまして、はい、大阪で、はい、ユーストリームとかニコニコ生放送の配信業をやってます中原と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そして、はい、大阪でフリーライターやってます。関西ウォーカーの記事とか書いてます成川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてね、今回は聞き手といたしまして、西日本ハンバーガールからリーニャと、はい、リーニャと、そしてちーちゃんと、はい、そしてくるみちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、皆さんもいっぱいご飯とか食べましたか？食べました。食べましたあんま食べてない。あんま食べてないですか？飲んでます。大丈夫です。あ、飲んでますか？そうですか。僕はもうお腹がペコペコですよ。さあ、もうこれね、ちょっといろいろこれまたニュースをこれね発信していただければと思うんですけども、まずはその神戸経済新聞副編集長の船橋さんからですね、はい、2014年度神戸はこんなことがあったと。そうですね、はい、あの大阪の、ね、お二人と違ってちょっと一人で寂しいんですけども、はいはい、神戸やっぱりね、あの先ほど の梅田のグランフロって一緒で、前の年の方がね、海へとかができて、はい、すごいニュースが多かったんですけど、多かった今年は、まあ、ちょっとあのしょっぱいかもしれないですけど、ポートアイランドでいろいろと動きがありまして、はい、ポートアイランドで動きがあった、はい、あのポートアイランドもともと花鳥園っていうですね、花鳥園、まあ、鳥とか、はいはい、まあ、蘭とか花とか、ね、見えるそういう施設があったんですけど、ありますね、それが、まあ、ちょっと民事再生とかなっちゃったんですけども、はいはい、新しく経営を引き継がれたところがですね、神戸動物王国っていう、神戸動物王国、まあ、お花と鳥に加えて動物を入れてですね、はい、ちょっとあのデートスポットとして結構面白くなってきてるので、はい、もうちょっとその辺かなと思ってます。それがもうちょっとニュースですね、はい、神戸動物王国、これハンバーガーどうですか、行ったことある人いますか？多分行ってないでしょ。行ってない。あのちょっとぜひあの彼氏とかできたらデートに。ハンバーガーの恋愛中です。恋愛中ですか？ポートアイランド行ったことがある。あ、そうなんです。神戸散策みたいな。あ、そうそう。ポートアイランドはね、うん、何がありました、ちなみに。なんかタワー？タワーは見ただけで。ポートタワーね。はい、見ただけ。そうなんです。観覧車とかは、観覧車。え、全然なんか。もうないです。あれはモザイク。あ、そうか、モザイクだから。そうそう、ああ、そうか。あの、その海へとかがあるハーバーランドエリアはもちろん今も面白いんですけど、はい、今面白いんですけど、ポートアイランドはちょっと寂しい住宅地が中心のところに、はい、まあ、最近ではスタップ細胞のね、あの今日ニュースだったウォーカーさんとかがああいう施設ある場所なんですけど、はいはい、そこにちょっとしたその観光地として動物王国があるよっていう話です。ああ、なるほど、はい。ちなみに動物王国にはどんな動物がいるんですか？ですね、カピバラとかです。カピバラ分かりますか？分かりますよ。どうなんですか、カピバラ？あれですよね、あのヌートリアのなんか。すごいな。あのオットセイとカピバラの水槽があって、はいはい、で結構あのそれがメインの一つですね。ですごく可愛いのだと、ね、アルパカとか。アルパカ。これじゃアルパカわかる？はい、わかります。ミラバケッソですよ。わかります？そうそう、ミラバケッソ、それ。モフモフの首の長い動物。ちょっと匂うんですけどね。アルパカ近ちょっと匂う。ちょっと匂うんですけど、ね。へえ。あとあの今クリスマスシーズンなんですけど、はいはい、トナカイの赤ちゃんが、見たい、はい、それめっちゃ可愛いじゃないですか。トナカイの赤ちゃんが一応時間限定で撮影タイムとかもあって、はい、はい、トナカイの赤ちゃんってやっぱ鹿とは違うんですか？ちょっとやっぱ違いますね、うん、角は、まあ、角はもちろんあるんですけど、はい、なんかちょっとやっぱ違う動物だよっていう感じですね、ちょっとうまく言えないんですけど。トナカイの赤ちゃん見たことあります？ないです。トナカイもちゃんと見たことないかもしれないですね。あ、確かに、うん、なんかそのデートでね、ちょっとそのデートでサンタクロースね、デートしますね。はい、あのサンタクロースのトナカイですよ、うんうん、がリアルいるっていうことでぜひ行ってほしいのと、あとアルパカもね、はいはい、今のシーズンは一応あのサンタコスチュームで、あ、へえ、はい、すごい。アルパカは餌をあげたりとかできるんですか？アルパカはどうだったかなちょっとわかんないですけどね、一応鳥はいっぱいもともといるので、はい、鳥に大腕に乗せて餌あげたりとか、結構いろいろとペンギンに餌あげたりとか、なかなか楽しいですよ、はい、あ、それ楽しそうですね、これね。意外とあの、ね、知られてないんですけど、うんうん、行くと、まあ、親子連れも多いんで親御さんね、うん、もう一緒にお子さんで行かれてもいいですし、はい、あとデートとしてもなかなかあのデートめっちゃ面白いデートもう何回デートで自分でしょ、自分のデートで行ってるじゃないですか。いや本当に楽しいと思うので、はい、まあ、今年の神戸といえば、まあ、一番それがあの
一つ明るい話題かなと。明るい話題で、はい、あったっ、大阪に比べてちょっと神戸ね、ちょっと元気が今ないんで、うん、ちょっとこれから頑張って盛り上げていきたいなという思いもあります、ね。ああ、なるほど。まあルミナリエもね、まあ先日ちょうどしましたけど、すごい綺麗でね、20周年のね。まあ、あれもあの、ね、ちょうど来年が阪神大震災20年という年で、うん、まあ、多分皆さんその時はまだ生まれてはらないと思うんですけど、あ、そうか、大震災の時もあ、でも生まれてギリギリ生まれてる、赤ちゃん1歳2歳ぐらいに、ちーちゃんとかはまだ生まれてない。阪神大震災とかは知ってるのは知ってる、はい、テレビとかで見てみたいとか、はい、あ、そうか、今も神戸の4割の人が知らないんですよ、うん、あ、そうなんですね、本当にもう過去になりかけてるんですけど、はい、まあ、過去は過去なんだけど、新たなその前向きな一歩を踏み出すために今年来年ってすごい大事かなと思ってる、ね、いや大事ですよね、まあ、そういう意味でもこの動物王国ちょっとあの明るいニュース、ね、明るいニュースとしては推したいなと思ってます、ね、ありがとうございます、はい、さあ2本目いきましょう、2本目どうぞ、はい、じゃあちょっとあの、まあ、今日アイドルの方たくさんおられるんで、はい、まあ、アイドルの方とも近いかもしれないですけども、その結構やっぱりあのこういうあのアイドルの応援してくださる方とか、うん、いろいろそういう同人誌とかも含めて、ね、はい、そういう方の、まあ、僕は尊敬を込めてオタクっていう言葉を使いますけどもはいはい、はい、オタクの聖地が神戸にできました。え、あのオタプラクロスっていうんですね。オタプラクロス、あの、まあ、ちょっとそういう、まあ、コアなお店があるんですけど、うん、はい、まあ、三宮 の, そのセンター街っていうところの中にできた建物なんですけども、はい、そこはあの実は神戸って大阪よりも実は同人誌とかああいうのはあの先輩なんですよ、歴史的に、うん、でそういう場所ですごく知る人と知るいろんなそういう、まあ、グッズとかですね、うん、そういったものがいっぱい置いてあって、はい、かつ、まあ、ニコニコ生放送のブースとか結構そういうの置いてあって、店長もかなり変わってる人なんですけども、うん、ここはちょっと行くと結構面白いですよ。これ中場さんとか成川さん行かれたりはしてないですか？してないです。まだ行ってないですか？このオタプラはあの、はい、まだまだ知られてないんですけど、これもちょっと知らなかったです。ちょっとあえてそういう知らないネタを持っていてますんで、はい、こういうのができてるんですね。しかもセンタープラザっていうことは結構駅前のところに行けますね。そうそう、駅から濡れずに行けますね。あ、すごい。でそこに行ったらニコニコ生放送が中継っていうのができます。あの、まあ、毎日ずっとやってるわけじゃないんですけど、週末とかそこでイベントやったりとか、はい、あと結構その、まあ、いろんなあの有名なあのキャラクターグッズとかも売ってあったりとかして、はい、聖子さんの函館のイカール星人とかご存知ですか？ちょっとあのまあね、その知る人と知るやつの一例として挙げたんですけど、イカール星人っていうのは何ですか？箱だとイカをモチーフとした、はい、まあ、あの宇宙人になるんですよ、イカール星人。へえ、すごいコアな人気があるんですけど、イカール星人のグッズがなぜか神戸になったりとか、うん、あと、まあ、カンコレのいろんなね、ああいうグッズがあったりとか、うん、あと「キン肉マン」っていうちょっと、まあ、ちょっと古いですけどのキャラクターを使ったすごいかっこいい T シャツとか、ああそういうのを売っている、まあ、色々売ってますね。結構筋肉マンとかでも知ってるでしょ？知ってます？はい、筋肉って書いてある。そう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 。合ってる合ってる合ってる。それのあのあんまり知られてないそのキャラクターというかその、ね、はい、あの超人の超人のすごいかっこいい T シャツがあって、結構大人のそういうオタクの人が行ったらもう盛り上がる、盛り上がりますね、スポットですよね。これ中場さんこれ行かないとダメだじゃないですか？これね、ニコ生配信できるからここでやらないと、はい、ぜひぜひね、結構そうですね。これはリーダーとかってどうですか？ニコニコ生放送とかってどうですか？なんか個人的にやったりとか出演したことってあるんですか？はい、はないですね。個人的にはもうハンバーガールとかでしかないです、うん、あ、じゃあもう紹介しますね。ぜひそこでなんか番組やってください、はい、あ、やりたい、番組がやりたい番組がやりたい。ちーちゃんとかもないですか？ニコニコ生放送あります、あります。それはそのもう一個のくるみの方で名前にソロで何回か歌ったりしてたんですよ。あ、ソロで、はい、ソロでアイドルをやっていて、ニコ動を使ってます。ニコ動を使って、はい、名前をそのままのお名前で、ちーちゃんの名前でニコっていうシンガーをギター弾きながらやって、ギターすごいライブしようですか？はい、すごい、ギター弾けるの？ちょっとだけです。すごい、知らなかった。ちょっとこれまた弾いてもらう弾いてもらいましょう。くるみちゃんはこれはニコ生はどうですか？やったことないです。やったことがない、はい、今日はあのみんな全部映像でこれ流れてますから、ね、はい、今もうコメントでやってやってって来てますから、ね、ハンバーガーを連れて行きます。神戸生で近いで、ね、応援したいです、ね、そうですよね、はい、そのところご案内していただいたらみんなで行きますから、はい、中村さん、はい、します、はい、いいです、素晴らしい、素晴らしい、ね、で続きまして、はい、じゃあ3つ目で、3つ目はさっきあのナンバーの後藤さんがあのラーメンのね十分10回払いの話で言いましたけど、はい、神戸にもあの、まあ、10回払いはないんですけど、うん、ラーメンのちょっと面白いエリアがありまして、はい、
これはもうちょっともう時間経ってるんですけども、ラーメンエリア麺ロードっていうのがあります。あ、麺ロード、はい、はい、それはまあ店舗数は4つとかですごい少ないんですけども、はい、半年に1回、うん、半年間の間のその営業成績とかその人気投票で1店舗が退店しないといけないすごい過酷なエリアになりまして、すごい、はい、アイドルのなんかあれみたいな人気投票みたいなやつですね。でそれがねつい最近全入れ替えで4店舗変わっちゃった、全入れ替えまあ、ちょっとテコ入れなんですよね。で今はそのシーズン5なんですけど、うんうん、すごい盛り上がってまして、うんうん、あの結構、まあ、神戸もラーメン捨てたもんじゃないけど、結構新しいいろんなラーメンが増えてるので、うん、そこはぜひラーメン好きは行ってほしいな。すごい。ラーメンとかリーダーとか食べますな。大好きですラーメン。何ラーメンが好きですか。私こってりしてるのがすごい好きなんで、うんうん、豚骨とか、うん、味噌とかのこってりめがいいですね。こってりめが好き。で麺は細いのが好きなんですけど。女の子ってだからあれでしょ、なんかラーメンとか食べに行くとちょっと抵抗があったりとかないんですか。私一人でも全然行きますね。ああすごい男前な。ヨロバさんラーメン行きます一人で。いやなか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 行きにくい。女性ってなんかさ、吉野家もそうですけど、いわゆる牛丼屋さんとかね、ラーメン屋さん一人で入りにくいみたいな人いるじゃないですか、ね、やっぱ入りにくいですね。吉野家一遍あの男の人ばっかりで帰ってしまったことがあります。ああ、やっぱサラリーマンのねおっちゃんとかがいっぱいいらっしゃってね、そういうのもありますよね。混じってもね取ったことないやんかって言われそうなんですけどね。いやいやいや、気にはやっぱしますよね。でも今でも結構案外多かったりするんですよ。ですよね。うん。うん、女の子同士で吉野家行くとかもね結構増えてる。仲間がいたら大丈夫と思います。一人がなかなかね。辛い。ね。ちいちゃんとかラーメン食べるんですか。食べます。お店行って。お父さんがめっちゃ麺好きなんですよ。お父さんが好き。麺カツしに行きます。麺カツ。知ってますか。麺カツって分からない。言わないです。ラーメンとか食べに行くのを麺カツって言うんです。うどんでもいいですか。でもラーメンがいい。ラーメンじゃないとなんかちょっと違う。どんカツってもありますね。どんぶりを食べに行く。どんカツはしないのじいちゃん。どんカツはしないけど麺カツはします。麺カツをする。麺カツをするんだ。え、どんなラーメンが好き。こってりです。あ、やっぱり同じこってり。こってりがみんな好き。くるみちゃんは？私は醤油ラーメンが好きです。醤油ラーメンが好き。うまかっちゃみたいな、ね。はい。醤油が好きやねんか、醤油ラーメンはね。はい。はい、ありがとうございます。さあ、そして次のニュースが。え、まだ言っていいんですか？あ、どうぞ行きましょう。なるほど。ね、ちょっと僕自身の会社が IT の会社なんで、はいはい、神戸実は IT で熱い街になってるんですね。はい、であの自分自身もその主催の一人なんですけど、うん、神戸 IT フェスティバルってイベントをずっと、はい、まあ、この 4,5 年やってまして、うんうん、で今年すっごい盛り上がったんですよ。あ、はい、うん、まあ、先月やったところなんですけど、ちょうど今年は節目の年で、うん、あの皆さんがインターネットって普通に今使ってますけど、はい、あのワールドワイドウェブと言われる技術が生まれて25周年っていう年であり、うん、かつあの今、まあ、皆さんが使ってるわけじゃないですけど、その Mac ってあります。 Mac、はい、Mac が生まれて30年とか。ああ、綺麗な年なんですね。はい、あと、まあ、神戸を舞台の一つとしてあのアニメで広角機動隊ってあるんですけど、ああ、知ってますよ。あれが今年25周年おで、まあ、あの作家の方が神戸出身っていうことで、うん、城正宗です。そうです、はい、その3つの記念、まあ、節目を記念してね、はい、お祝いを兼ねたイベントとしてがめっちゃ盛り上がったんです。へえ、これ中尾さん行ってないですか。はい、あのいろいろといつも応援してたまたまね、はい、予定が重なってたんです。ああ残念。別のお仕事とね。なるかさんはこれは取材しました。あ、取材しました、はい、どうでしたこのイベントは。あの、ね、去年までと比べたら、うん、ウェアラブルがすごく増えてきて。ウェアラブル、これウェアラブル、しーちゃんわかりますか。ウェアラブル、わからない。ドラゴンボール知ってます。はあ、はカメカメしてる。待ってる、あのベジータとかあのサイヤ人がね、こうやってあの人の戦闘力を測るスカウターってつけてる人、わかります？あ、知ってる？知らない？いや、なんか、え、でもつけ、なんかウォークルみたいな。そう、そう、いいからなんかかけて、この片方の目こうやって見るような感じで、相手の戦闘力がわかるみたいなやつ、うん、ああいう世界はもう現実になってきてて、で今はそのメガネをかけたら、メガネのこのここから、そのなんか違うものが見えたりとかね、できる、そういう世界ができれば、あとこれ普通の時計ですけど、時計つけてたら自分のその心拍数とか自分の今健康状態が分かったりとか、そういうウェアラブルデバイスってものが実は関西すごい熱いんですよ。うん、関西は熱いです。日本の中でも大阪神戸とかすごい熱くて、でそれをまあ先頭で引っ張ってる先生とかも出てきてくださったりとかして、すごい今あの神戸とか関西の IT は熱い。熱いですね。じゃあ成川さん取材されて、はい、そのいわゆるウェアラブルのカメラとか、カメラとかあのこうゴーグルみたいなので、うん、その先に映像が見えててね、はいはい、
自分の指で操作するとか。どうやって、こうやってかけて、こうやったらなんかできたり、これでね、こうしたらカメラ撮れるんですよ。すごい。あとは明石高専の人たちが開発したんで、お腹に巻いて、はい、ウエストを測って、でスマホに飛ばすみたいな、ああそういうダイエットみたいなことができるみたいな。健康管理、健康管理。猫耳ってやるんですか。ああ、ありますね、猫耳。脳波猫耳って知ってます、それ。そう、耳たぶと額のこの電圧差で脳波の動きを測って、うん、自分が今集中してるかとか、うん、そんなのが分かる、そういうおもちゃがあるんですけど、その企業さんも出てくれてね、もうみんな参加者みんな猫耳つけて気持ち悪い危ない団体の人みたいですね、それね。そんなとこだったらいいけど。いやでもね、本当に今スポーツトレあのスポーツアスリートとかは、はい、まさにそういうとこで自分のあのトレーニングっていうかね、うんうん、あの精神集中とか、はい、吉田沙保里選手とかも、はいはい、そういうので自分のコントロールしたりとかしてるらしいです。へえ、面白い。そう、猫耳とか購入できるんですか。持ってるんですか。4000円ぐらいで買える。4000円ぐらいで買えるんですね。それちょっと面白いですね。あのイベントでもみんな買ってました。へえそれちょっと面白い、はい、まあ結構そういう意味で神戸はあの今年もそうですし、来年がねもっと神戸面白い来ているイベントが世界から来るので、はい、まあ、そういう意味で熱いかなと思います。なるほど、はい、どうもありがとうございます。大変ありがとうございます。では中場さんですよ、はい、中場さんどうですか、このね2014年のこのインターネット業界は。インターネット業界というよりも、うん、はい、僕あの今日アイドルさんと、はい、まあ、同席ということで、はいはい、僕のアイドル界の一番のニュース、うん、お、何ですか。アイドル界というかね、はい、芸能界の一番のニュースがね。何ですか。土屋香織さんの離婚なんですよ。土屋香織さんの離婚、わかんない。わかんないですよね。ねえ、わかる。土屋香織さん、わからない。ふっくんの元奥さん、元奥さんなんですよ。ああ、ふっくんの奥さん、はい、よう出てましたね。よう出てるでしょ。なんで出てるかわかんないでしょ。なんであの人が、ね、ね、息子さんもでも今俳優さんとかやられてますよね。はい、うん、あの子ね、はい、あの子、僕がまあ同じ年なんですけど、はいはい、金八先生の第、はい、1シリーズ、はいはいはい、僕が15歳の時に15歳の時に出てたんですよ、はいはいはい、その人が、その人が、その人がこんなことになって、こんなことになったんですよ。で82年組って、はい、アイドル花の82年組、ああよう言いますね。その時に歌手デビューしてるんですよ。へえ、82年組って他誰がいるんですか。あの早見優さんとか、早見優さんとか、早見優さん、堀ちえみさん、はい、で小泉ピョーコさん、中森明菜さん、はい、で土屋香織さんとか、はい、まあまあ、トップはもうそのキョンキョンとか有田さんとか堀ちえみちゃんとかなんですけど、まあ、その次ぐらいには、うん、あの土屋香織さんとかいらっしゃった、いろんな人がもう何百人出てくる人が、あのいてたんですよ、うん、でその翌年ね、はい、三崎公園って分かります。三崎公園、三崎公園ありますね、大阪のね、泉佐野、三崎公園です。三崎だいぶ三崎町、三崎町のあれですよね、イルカのとこですよね、はい、そこにね、あ、イルカのとこ、イルカのとこですよね、はいはい、あそこにね、土屋香織さんがサイン会と、まあ、ミニコンサートをやるってことで、はいはい、行ったんですよ。ファンだったから、ファンやった、もともとファンやったんですけど、はいはい、たまたまということで、うんうん、で、その時にアルバムとかシングルとか買って、えーで、まあ、握手して、握手もして写真撮って撮ってで、そんな人が、その子がその子がこんなことに離婚されて、ふっくんと離婚してこんなことになってると、はい、でもね、ショックじゃないですか。ショックではないんですよね。やっぱりね、若い時にバンって増えると、うん、はいはい、今そんなね、もう若い子全然知らんからでも、はい、いっぱいテレビ出てるじゃないですか。出てますね。だから若い時に増えたら、うん、もう年いって再デビューしても、うん、反対ということで今ちょっと、まあ、どういう謎めかですか。まあちょっとアイドルも戦国時代ですよ。いや、そりゃそうですよ。めっちゃいますもんね。今頑張って人気者になっといたらもう将来安泰。将来安泰。いや、そうですよね。まあ結婚して子供が産んだとしても、だとしても、ママタレとかもできますしね。そうですよね。そうですよ。だから今出てんの早見優さんとか、堀ちえみさんとか、松本伊代さんとか、うん、みんなアイドルですもんね。みんなアイドルです。うん、いや、そうですよ。はい、ね、やっぱりリーダーもこれね、一生涯アイドルで。一生涯アイドルで。行けますかね。いや、行きたいでしょ。でもこれはそうですね、ね、みんなのアイドルで、みんなのアイドルでね、ぜひぜひフェイスブックもやってね。ああ、そうだ、土屋香織さんもフェイスブックやってます。あ、やってるんですか。大体500から1000ぐらい。みんなリーダーは誰もやらないんですよ。ツイッターもやらないしね、これ。私ブログやってますよ。でもちょっとしか更新しないでしょ。
はい苦手なんですよ苦手らしくてフェイスブックにもちょこちょこちょこでもいいちょこちょこちょこでもいいフェイスブックは、ね、今若い子はあんましないですか LINE ですかフェイスブックはおっちゃん寝るものっていうあそうですかなんかイメージがあるらしいですねちーちゃんもやってないですかやってないですブログだけ。ブログと。LINE はやってるんですか。LINE はやってます。ね、今は LINE がね、若い子は。LINE のなんかホームみたいなのが書いてありますって。タイムラインが。タイムラインなんですけど、あんま書かないですね。あんま書かない。書いてない。くるみちゃんも書いてない。はい。タイムラインやらないんだ。全然。くるみちゃんもツイッターをやってる。やってないです。あ、やってない。LINE しかやってないです。あ、そう。でも事務所さんのあれもあるもんね。はい。はい。そう。今の子はだから結構何でも書いちゃって、はい、炎上してってあるから、はい、そういうのもあるんですよね。難しい。まあ、ぜひなんかいろんな、ね、ソーシャルメディアを活用してもらっていやあえて Facebook をやるとあの上の世代の方に受けはいいかもしれないです、はい、ああ確かにちょっとリネやろうぜリネやろうよ変なこと書かなかったら大丈夫そういうかね一回チェックしてもらうとかねこのああアップする前にね、はい、いや俺はゴーストライターをやるからゴーストライターゴーストライターねえ、ツイッターは炎上しやすいなって言ってますね、コメント。そうですよね。そうですね。じゃあ来年どうですか？ユーストリーム大賞もあるんでしょ？ユーストリーム大賞もあるんですけど、はい、ここね、ここ1週間ぐらいで、はい、ユーストリームがゴロンと仕様が変わりましたよ。え、そうなんですか？はい、どうか配信する側が無料で、はい、で、はい、で、見る側が無料。見る側が無料？見る側無料にの、そのパターンでいくと、うんうん、見てる側は約10分に1回、はい、あの動画の CM が入り込みます。めんどくさいですね。そやからあのそれを消すためには、はい、あの配信する側だったら、うんうん、アドフリープランっていうのは、まあ、月額900円からのプランに入るか、もう配信側が、うん、あのただでやるんだったら、うん、見る側が月額324円、はいはいはい、払ったら効果が消えるか消えるか、めんどくさいですねちょっとねだからここまあ来年そうですね今無料でやってる人たちね、うんはいはいはい、そのまま続けるかどうかっていうあ、まあ、離れちゃうかもしれない離れちゃう、離れちゃうかもしれんし、うんうん、あの企業配信とかどんどんフリーとかに入るかもしれんということで、はいはいうん、まあ意見がどっちにも分かれてます。分かれちゃうね。仲間とかね。いいわでもね。あるんです。だから無料でやってる人たちは絶対お金ね払うようにしたら絶対ダメですけど。いやそれはそうですよね。企業とかも使ってる人はまあそれでもまあ差別化できるのでいいということがあるんです。ある種ね。まあある種今年から来年かけてがユーストリームの転機になるかもしれないことなんですね。まあ、最近はハンバーガールマンの京橋 TV というね、はい、人気ユーストリーム番組出させてもらいまして、はい、リーダー出たでしょ出ましたどうでしたかねユーストリームのご感想は多分私あれユーストリーム初めてだったんですけどユーストリームデビューを京橋 TV で、はいはい、でもなんか結構楽しくできたと思いますなんかねコメントもいっぱい来てね、はい、ねハンバーガーを食べましたし、はい、くるみちゃんも出ましたよね、はい、どうでした初めてのユーストリーム体験は緊張してたんですけど、うん、もう周りの皆さんがもう面白く拾ってくださって、うんうん、楽しかったです。ね、あの、はい、ピクルスでいっぱいいじられてね、はい、そうそうピクルスってハンバーガーでみんな取り除くやーみたいなことですごいいじられてね、人気者になったんですよ。ありがたいことに。ね、ちーちゃんユーストリームとかどうですか？見たりとか出たりとかあります？この間やってたあのリーナの一人とヤブさんが。ああはいはいはい、あのリエズカフェバー。はいあれ見てた。あ、本当に。ありがとう。あ、見ててくれた。はい、あら本当に、はい。衝撃発表いっぱい聞いた。だからその淡路牛の女の子がちょっといなくなっちゃいます。仙台なくなって、それは急遽彼女がね変わるっていうのをユースルの生中継で報告したというね。急遽。すごく話題になったんですよね。ね、じゃあちょっと来年のちょっとユースルちゃんドキドキ。ドキドキですね。まあですね。チャンスかピンチか、うん。ピンチかっていう。僕としてはチャンスと思ってるんですよ。ビジネス系のユーストリーム、ジャム人間にとっては。分かりました。じゃあ中川さんどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。じゃあそして成川さん、はい、来年と、まあ、今年ですけどね、今年どうでした？1年を振り返って。振り返って。今年のトップはで関西 IT ナウ担当してたんですけれども、はいはい、そのトップで始めたのが、うん、トップって一番最初に始めたのが、
カンコレだったんですよね。カンコレ、カンチャイコレクション、はい、カンコレとか分かりますか？分かります。好きなキャラクターとかいます？そこまで分かんないから。そこまで分かんないから。で、まあ私これは どこまで続くかなとちょっとその時思ってたんですね、自分が。これがね、はい、自分はプレイしてみて、まあ、楽しいんだけれども、うん、どこまで続くかなと思ったけども、いまだ人気衰えず、うん、でまたアニメが始まるということで、非常に人気が続いてて、あ、これはすごいなと。なんか今度あるでしょ、日本のね、日本刀なんかできるんですよね、カンコレみたいなやつ。刀コレクション。刀コレクションか。なんか知って、知らないですよ。ね、なんかやってました、ニュース出てましたね。お城コレクションもあるとか、なんとかないとか。ああ、そうなんですね。みんな女の子になるんですよね。はい、でも女の子ですね、もう。ねえ、あ、すごいですね。アイドルの人たちも、なんかこう、そういう、ね、うん、なんか、偽装じゃないけど。偽装偽装っていうのは、その船についてる、兵器ですね。ああ、そうそうそう、兵器みたいなもんね。装備というか、そういうのですね。そういうのつけてみたりとか、後ろのふりしてみたりとか。なんかちょっとメカっぽいのをつけたらなんかね、ええ感じがしますね。ちょっと何かに。今、ハンバーグです。今、ハンバーグです。食材は。スカートも、スカートもハンバーグです。スカートもこれハンバーグなんですよ。ね、これチーズですよね。チーズです。チーズ立てますか？はい。はい。これね、はい、そうそうそう。ハンバーガースカートです、ね。ハンバーガースカート。かわいい。ね、こういう印象的なものをすると非常にいけるのではないかと。ですよね。これをだからちょっとそのままゲーム化とかしたら楽しそうなんですけどね。ハンバーガーゲーム。ハンバーガーゲーム、戦うゲーム。開発しませんか？開発してほしいんですけどね。僕案は考えられるけど、開発できないから。中野さんとかできないですか？ゲームは難しいですね。難しいか。あ、それは。あ、そうですか。ご紹介してくださいよ。はい、くらいでも。あ、マジっすか？やったんですか？ハンバーガーゲーム。来年。いいじゃないですか。ね。ちょうどね、来年ね、さっきちょっと言いかけたんですけど、神戸、日本にとってすごいニュースがあって、何ですか？多分ご存知ないと思うんですけど、シーグラフアジアって言って、はい、SIGGRAPH、はい、まあ、コンピュータグラフィックスのグラフっていうのと、はい、SIG がくっついている造語なんですけど、はい、シーグラフアジアっていう、コンピュータグラフィックスで世界最大の、はい、学会兼展示会が日本に来るんですよ。はい、すごい。で、それが神戸なんですよ、ね。神戸でコンピュータグラフィックスで例えば、まあ、ゲームもそうですけど、皆さん映画とか例えばアナと雪の女王の、はいはい、雪だるま、名前ないですけど、オラフとかも実はあれ結構すごいコンピュータグラフィックスの技術が使われてて、ああいった技術の発表は実は去年のシーグラフで伝えたりとかしてるんですよね。そういう本当にまあ、コンピュータグラフィックスの世界ではもう最高級のもう世界トップクラスの技術者とかが集まるのが来年神戸なんですよ。でそういう場所にみんな来て、でそれは誰でも参加できるように参加して、なんかそういう方々とつながると、なんか新しいチャンスとかあるんじゃないかなと思ってて、ちょっとこれはハンバーガーで行きましょうかみたいな、ちょっとこれ乗り込んでハンバーガーでなんかライブとかしていただいて、おー、いいですね、うん、やった、仕事が増えた。それもポートアイランドなんですよ。ポートアイランドの市民広場ってとこでなんかそういうステージ作ってね、やったら海外からもう何千人と来るんで、おお、熱い、これは熱いですね。でそこでちょっと、あ、これはゲーム化したいとかいう、なんかピクサーとかのつくかもしれないですよ。来た来た、行きましょう行きましょう、世界デビュー世界デビューしよう。ちょっとまた神戸ケア新聞特集もしますんで、やったやった、ありがとうございます。この前取材いらしてたんですか？そうですね、はい、先月今年は中国でやってたんで、中国の深圳というところでやってたんで、はい、僕もそこに行ってました。すごい。それは神戸でね、来年大きいことがあると、はい、これちょっと行かないとね、食い込ませてくれ、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、さあ、奈良さん、あと何か気になることありますか？あと、今年、うん、前関西ウォーカーにいらっしゃった玉木編集長がいらっしゃって、はい、太陽の塔ウォーカーというのを作ったんですけど、太陽の塔ウォーカーありますね、はい、今ここにないんですが、真っ赤な本、うん、太陽の塔ばっかり の一冊なんですけれども、はい、それで海王堂の社長に取材させていただきまして、はい、非常に楽しかったんですけれども、うんうん、来年は太陽の塔45周年です。45周年、はい、うん、なんでまたさらに新しい展開があるのではないかなと、うん、まあ、海王堂も新しい太陽の塔のフィギュアを出されるっていう、今度は75分の1で、はいはい、結構でかいですね。高さ1メートルですね。すごい、そんなでかいんですか？で、その中に生命の木って、万博当時に展示されていたこういう、うん、木の上にこう古代の生物から進化していく生き物っていうのを展示したものがあったんですけども、うん、そのミニチュアを入れた太陽のフィギュアが出ると多分思います。ああ、それはもう想像なんですか？いや、出るでしょう。多分出るんですね。はい、なるほど。この前、その出版記念の
トークライブでそういう話をされてたので、出ると思います。太陽の塔とかどうですか皆さん、見に行ったりとかします？そうこういうやつ、こういうやつバンバコ記念公園でね、あるやつですけどもね、はい、これリーダとあれね、クルミちゃんはこの前見ましたよね、はい、太陽の塔で見ましたけどもね、はいはい、太陽の塔はどうです、なんか可愛いとか思ったりしますか？私、大阪に来て1年目ぐらいに1回行ったことあったんですけど、はいはい、あの こっち側とこっち側で顔違うじゃないですか。ああ、表と裏でね、顔が違う。それを知らなかったんです、私は行くまで、うんうん、で、それ初めて知った時はすごいなと思いましたね、うん、で、上にも変わるんですよね。あ、そうそうそう、金色の顔があってね、そうそう、変な顔があってね、はい、うん、すごいなって私高校で建築とかの勉強してたんで、そういうの結構見るの好きなんで、うん、ね、建築とかやってたら余計にね、あの造形のなんていうか究極のフォルムみたいな、うん、ね、計算ではできないようなね、それはすごいです。だから来年ちょっと綺麗になるということですね。はい、わかりました。だるまさん、どうもありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、最後ちょっとね、あのお三人にはまず抱負をちょっと言っていただこうか。2015年こんなことするぞっていうの一言。はい、はい、さっきも言ったんですけど、来年は神戸震災20年なんですね。いつまでもその後ろ向きにその、まあ、追悼とかも大事なんですけど、はい、じゃなくてやっぱ前向きに新しい一歩を踏み出していく1年だと思ってますので、はい、まあ、そういう意味でその僕ら神戸経済新聞も新しいそういう神戸の動きをなるべく捉えて発信していきたいと思いますし、はい、自分自身もやってるイベントとかも含めてそういう思いでやっていきたいなと思います。わかりました。はい、はい、小田さん、どうもありがとうございました。中間さん、あの2014年は、はい、YouTuber がめちゃめちゃ注目されたんですよ。あるね、ヒカキンさんとかね、ヒカキンさんとか、はい、もう2015年は何ですか？ユーストリーマー、ニコ生、ほんまですか？ツイキャス、ツイキャス、うん、ショールーム、ショールーム、はい、ショールームどこやった？レッチケイちゃん、レッチケイちゃん、今充電してますけど。ありがとうございます。この携帯出てきます。はい、ショールーム2010年、11年のフィーバーをもう一度ということで、はい、あー、なるほど、頑張りました。頑張ります。はい、中間さん頑張りましょう。ありがとうございました。そして鳴川さん、2015年、さっきちょっと言っちゃいましたけども、はい、来年太陽の塔45年ということで、うん、なんかまた太陽の塔に絡んだ仕事ができればいいなぁ。いやー、やりたいですね、これね。ぜひぜひ関西岡さんにもということです。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。でこの流れでもリーダーも来年2015年はこんなことやってみたいわっていうのちょっと言っときましょうか。私はですね、私アイドルが大好きなんで、うん、まあ、自分アイドルやってるんですけど、はい、作詞とか、うん、ダンスの振り付けをやってみたいです、はい、あ、こんなもできる、できると思います。やってみたいです。やってみたい、はい、ちょっとね、次の話聞くことができれば、はい、リーヤの振り付けでお願いいたします。はい、はい、じゃあ来年も頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。はい、続いてじいちゃん。はい、来年は、はい、こういう感じで、うん、いろんなメディアに露出していきたいです。あ、なるほど。それは別にもインターネットのいわゆるね、ニコニコ生放送でも、ユーストリームでもショールームでも何でもいいから、はい、とにかく出たい、はい、トークがしたい、はい、なんかライブ以外のこともなんかできるようになりたい。あ、なるほど。トーク技術をね、はい、磨くためにするとか番組やりましょう、はいはい、このおじさんが番組に作れますから。お願いします。すぐやりますからね。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうしたい、くるみちゃん。はい、私はこういろんな人と、いろんなアイドルさんと、どのグループとかと共演したりをしてみたいです。あ、共演をする。はい、頑張りたいです。マイドリームズも含め、みなみんさんとかね、いっぱいいますから、はい、共演して、蹴散らしていく。はい、あ、頑張りたい。言いましたね、やばいですね、やばいですね。長くやっていきましょうね。はい、はい、くるみちゃん、ありがとうございました。じゃあこのグループこれで一旦終わりです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ一度耐えていただいてですね、さあ最後ですね、あのもうちょっと時間オーバーしましたので、ちょっと短くやっちゃいましょう。ではですね、まず、マイドリームズの2人もう一度戻ってきてください。ラストのコーナーです。そして、ハンバーガールから、あかりん、あかりんいますか？はい、はい、まずマイドリームズ2人ここ座ってくださいね。はい、その隣にあかりん座ってください。はい、あかりん、あとほのかちゃん、はい、はい、ほのかちゃん横座っていただいて、で、そして新トマトのひなたちゃん、はい、ひなちゃんはこのみんなの真ん中の後ろのとこ座ってください。はい、はい、はい、これラストでございます。これね、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。はい、もうね、あの
の時間の方も本当はまあ9時過ぎてて終わりなんですけどもね、もうせっかくですからちょっと最後皆さん喋っていこうぜって感じですよね、はい、ちなみにあのこだわり卵のスイーツのコメントを聞くの忘れてたんですけど、食べました？食べてないです。マジですか？はい。こだわり卵のスイーツありますか？あります。あります。すみません すみません。さすが、ちょっとこの2人お兄さんが、店のいいお兄さんが走ってくれました。わざわざ急いで、ありがとうございます。じゃあちょっと2人でこれ食べていただきながら、はい、で後でちょっとコメント聞きますからね、はい、いいコメント聞きますからね、はい、君たちが食べてる間はちょっとハンバーガーでちょっと遊んでますから、ね、食べていただいてですね、はい、いただきます。ね、さあこれね、ハンバーガーをこれね3人で来ましたけども、僕はもともとこれ事務所の方にさすが的なね特技を披露してくれっていうことを言ってたんですが、まあ、ちなみにあの食べてくださいね。お兄さん、お兄さんパッケージが開かないっていうクレームが、クレームが来ます。大丈夫ですかお兄さん？開かない、開けてあげてください。ピリピリッと、ピリピリッと、簡単に開けましたね。通常の商品開かないわけだから大丈夫です。簡単に開けます。誰でも開けますからね。いただきます。食べましょう。ハンバーガールがめっちゃ相談してますね。うまいですか？おいしい、おいしい。ご飯とかちゃんと食べました？食べました。あ、よかった。唐揚げとかいろいろありましたね。食べました。もうお腹ペコペコですよ。食べたい。僕も早く食べたい。あのプロデューサーが、名プロデューサーがそこでちょっとカメラ狙ってますから、かわいい顔でニコニコっと、ニコニコ、あ、かわいい、むにゃかわいい、それはい、ごっくりして、はい、はい、カメラ、カメラ、カメラ。ハンバーガールは打ち合わせ終わったら言ってくださいね。すごい、あ、すごい、もう仲良くなってる、はい、もう仲良くなってる。もう仲いいですよ。仲いいんだ。もう仲いいですよ。もう仲いい。さっきめっちゃ食べたんで。めっちゃ。本当に。なんか3人揃うと信号機みたいになってる。すごい。綺麗にこれね、青と赤と黄色でね、これ綺麗な。さあハンバーガール、マイドリームズの今2人ね、食べてますから、はい、いいコメントしますから。コメントを言うまでの間ちょっと面白い芸をしていただいても大丈夫ですか？はい。あ、本当、はい、はい。面白いかわからないですけど。面白いかわからないけども、これどうしますか？一人ずつやるんですか？いや、みんなで、みんなでやる、はい、みんなでやる、共同作業、共同作業でやりますか？はい、はい、一発芸で特技って特技を、山田特技で、はい、え、特技3人と同じ特技がある？あ、なんかそう、共通点が共通点がある、共通点で、共通点がある、はい、なんだろう、まあ、みんなできるってなって、そうそうそう。え、マジですか？はい、これカメラの田中さん、これ位置関係これで大丈夫ですか？それで真ん中に行ってもらった方がいい？1個左、はい、そこに行った方が取りやすいですね。はい、この状態で、そうそう、あ、いいですね。この状態でじゃあちょっと特技を披露ですね。はい、ではね、西日本ハンバーガールゼータのこの3人娘から、特技を披露していただきましょう。よろしくお願いします。はい、どうぞ。今日の生だらなら生まながつを、この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけたのです。獅子汁、獅子鍋、獅子丼、獅子シチュー、以上、獅子食、獅子食審査員、獅子食済み、新案、獅子食、七子中の獅子、うイエーイ。すごいな、すごい、早い、早い、普通にすごい、普通にすごい。早口言葉がさりのも得意。そうですね。本当にすごい。僕だとあかりちゃんが毎回告知で噛むんで、あなたはその早口言葉とか滑舌が悪いのかなと思って、実は違う。実は違うんですよ。こう書きくけこうがちょっと言いにくいぐらいですよね。あ、書きくけこう以外は全部言える。隣の客とかは無理なんですよ。うんうん。やけどこういうのはいけますね。こういうのはいける。え、じゃあの青パジャマ、赤パジャマ、黄パジャマは言えますか？はい。はい。あかりちゃん、はい、カメラ今もね、もうワンショットとかになってますからね。いいですか？いいですか？あ、でもみんなこれ、はい、アナウンサーいけるとかニュースキャスター狙えるとかいっぱい来てますよ、これ。これすごい。いきますよ、あかりちゃん。じゃあ、あかりちゃんの早口言葉、どうぞ。青パジャマ、赤茶葉のピカチュウ。全然ダメでしたね。全然ダメでしたね、これね。パでもダメなんかな。パーが難しかった。パーがダメだった。パーがダメだった。ね、あ、噛んだっていうのも、いきなり噛んだって思ったら、笑いのコメントがいっぱい来てますからね。これは今日新メンバーで入りましたけど、ひなたちゃんも早口言葉が得意だった。バビゴって知ってますかね？バビゴ、わからない。バビゴわからない。わかる？はい。わかる。
なんか例えば、はい、アイウェイをやったら、はい、あ、なんか一文字ずつにバビブベを入れていくんですよ、うん、だからあーばーいーびーうぶえべおぼっていう感じで、あー、なるほど、おはやったらおぼはばよぼうでって、すごいすごいと言われたことを言い返せるバビブベ、うん、本当に、じゃあ僕じゃあちょっとなんか質問とか言ってもいいですか。そんな中で抜けるかな。大丈夫。ミジュ、あの星座は何座ですか。ポボトボ。もう一回、もう一回で、ね。星座は何座ですか。ポボトボメメ座またレスブ。乙女座です。あ、分かる。すごいな。そういうのちゃんと通訳できるんだ。分かるの。ほのかちゃんもできるの。はい。先ここで会話したのを通訳してもらって。ああ、そうなんだ。ほのかちゃんは何座ですか。ふべたばごも座までです。双子座です。それでちょっと影響回れるね。これマイドリームズなんかできたりするの。実は実はできる。ほのちゃんできる。バビゴっていうのはどの世代のみんな知ってるの。君たちわかるの。わかる、はい、2人も知ってるのは知ってるんだ、はい、自分でも喋ったりするバビゴ。いやでも一回やりたいなと思って練習してました。はいはい、練習したけど難しかった。難しいですね。難しい。え、どうやってできるんですか。どうやってできるようになったのバビゴ。ひたすらなんか適当にやってるから。ひたすら適当にやってます。それでできる、すごいな。そこで見たらハンバーガーでバビゴできる人もできる。あ、もうリーダーがもう待って、ちいちゃんできるでしょ。できないです。できないの。これみちゃんはできないです。できない。たまたまなんや。すごいな。たまたまなんや。みんなできると思った。あ、違うんだ。バビゴ。あ、食べました。食べましたね。はい、じゃあちょっとここでちょっとあれマイドリームさんからあれですよ、このね、こだわり卵の美味しいスイーツ。さっきのお兄さんは聞いてますか。お兄さんちょっと来てください。お兄さん、はい、ちょっとハンバーガーに続いてマイドリームズが、はい、はい、この美味しいスイーツをねいただきましたから、はい、ちゃんとコメントをしてちゃんと宣伝しますからね。はい、はい、ではまずはリナティーからいきましょうか。口の中が卵の風味でいっぱいです、はい、うん、どうですかお兄さん。いいでしょう。なんか優しくなりましたね。いいでしょう。お腹ネクタイがめっちゃ揺れてますけど、いっぱい飲んでるんですよ、それ。大丈夫です、ね。大丈夫です。いいでしょう、はい。卵の風味がいっぱいですか。はい、美味しいです。美味しかった。なんか食べたことある感じですか。一番赤っぽい。例えたら、なんか、はい、カステラみたいな感じです。カステラみたいな、はいはい。カステラみたいな感じですよね。カステラでも美味しかったよね。そうなんです。なんかすっごいふわふわで、ふわふわでね、すごい美味しかったです。すごい美味しかった。はい、大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、生放送でご自宅に100個送らせていただきます。ありがとうございます。通電学まで送っていただけたら、みんなで食べれると食べれます。ありがとうございます。そしてふーちゃんが、はい、だからこのサイズのバウムクーヘンの中に美味しさがもうギュッて詰まってる感じで、ギュッと、すごい美味しかったです。美味しかった。頑張ったな。どうですか。いいでしょう。よかった。ね、ちょっとむーちゃんちょっとおとなしいかなと思ったらちょっとギュッと実はそういうのもできるキャラクターだったんですね。さあ、この流れでさっき君たちの鬼プロデューサーの方がハイドリームズもなんか抗議できるっていうふうになんか言ってたんですけど、大丈夫ですか。優しいプロデューサーなんで、はい、全然ね、ハンバーガーで共有したことないんですけどもね。ねえ、共有しましたけど、どうですか。振ってもいいですか。はい、新庄さん、新庄さんはいますか。はい、マイドリームズが今から特技を披露しますけど、シャッター、ありました、はい、はい、すごい面白いことができるって言ってますけど、あ、もうほら早いですね。初心です。どっちからやりますか。何するの？打ち合わせしてる。二人とも。はい、二人とも。モノマネに。お、モノマネ。はい。はい、じゃあこれね、ハンバーガル決して似てなくてもめっちゃ笑うんだぞ。お願いします。ね、みんな。みんな笑おう。まあ、じゃあどっちからやりますか。どっちからする？モノマネを。近いですか。じゃあもう振ったらいいですか。じゃあムーちゃんからじゃあ今度行きましょう。はい。ムーちゃんお願いします。はい。カメラじゃあ狙ってください。はい、クレヨンしんちゃんの声真似します、うん、お、行きます。どうぞ。お、おら、ノアレしんのすけだぞ。ちょっと似てますね。似てる。それ結構、まあ、やっぱりやるんですか。いや、発表会とか2日前くらいに、うん、あ、できるかもと思って2日前くらいに。あ、すごい。でもちゃんと今コメントに似てる似てるって言ってますね。なんかね、さっきの、はい、
そこ座ってた時に何するのって聞いたら、モノマネしか教えてくれなくて、はい、え、何すんだろうって思って、何のモノマネするか教えてくれなかった、ちょっとクレヨンしんちゃんだったというね。似てる。じゃあ続いてそれリナティは何をするのか、と元 SDN48 さんのセリナさんの、はい、ああ、ね、はいはいはい、ちょっとこれカメラね狙っていただいて大丈夫ですかね。はい、いいですよ、お願いします。そんなことないですよ、セリナです。似てる。セリナさん最近見ないけど、ちょっと思い出す。すごい似てる。オーディションでもやらせていただいて。ああ、すごい。知ってましたか。爆笑ある、爆笑ですから。いや、よかった。似てますよ。さあ、でもここでね、ちょっと他人事のように見てるハンバーガーいますけれども、ちょっと3人入ってきてもらっていいですか。はい、リーダーとちーちゃんとくるみちゃんです。どうぞ。はい、入ってきていただいてね。はい、一度でもいいですよ。もう、はい、もう立っていただいてもいいですね。はい、じゃあこれね、ちょっと皆さん一発ずつ何かをやるという、これね。なんかありますから。もう挙手制でいきますよ。これ最後の人一番つらいんですよ。当てましょうか。じゃあ、リーニャからいきましょうか。床使えないんですよね。床は映らないですからね。映らないですよね。ここだったら大丈夫。あ、ここだったらいけるぞ。いけますか。いけますよ。はい、じゃあこちらに床を使う。すごい。何をするんだろう。はい、ちょっと今カメラ準備しますからね。はい、コードをちょっと、はい、連れていただいて。はい、私は。体が柔らかいです。ちょっと待って、かぶした。まあでもこれね、リーダーのやつ見てからちいちゃんやったらどっちが柔らかいかみたいなのができますね。360度開脚をします。やって。ちいちゃん、やばい。いけるか、大丈夫か。映ってますか。映ってますよ。はい、じゃあ行きます。浮いた。うお、すごい。すごい。もう今反響がすごいです。これはって言われてますね。すごい。痛くないんですか。全然痛くない。昔からできた。クラシックバレーずっとやってたんで。ああ、はい、それでできる。あ、すごいですね。さあ、それを受けてじいちゃんどうしますか。違う、前置バランスしようとしたんです。あ、じゃあそれでいきましょう。じゃあじいちゃん前の。すごい。ちょっとカメラがちょっと追いついてないから、もう一回、もう今追いつかなかったんで。すごい。なんでそんなできるの。なんでそれ、まだバレーやってたから。ジャズダンスはちっちゃい頃からやってる。ジャズダンスってそんなことするの。足をピュッと。でもストレッチは大事。今のリーダー実はできますみたいな。私もできます。できるんだ。すごい、ちょっとやってみて、二人でやってみて。広いでしょ。すごい。すごいな。じゃあちょっともう一回、ちょっと写真撮ってるからもう一回やってください。はい、せーの、ストップです。頑張れ。せーの、はい、ストップ。すごい。もう一回。すごいな。すごい。何アイドルだよって聞いてる。ねえ。いや、これはすごい。さあ、くるみちゃん何しますか。はい、似てないですけど、ローラさんのモノマネします。誰のマネ。ローラさん。はい。ちょっと待ってくださいね。今カメラ狙ってますよ。狙いました。OK ですね。はい、本当に似てないですよ。大丈夫。似てなくても、みんなも大拍手。じゃあ、お願いします。ヤッホー、ローリオ。今のガチで噛んだのか、そのモノマネなのか、どっちだったのか。こんな感じだな。わざとだね。わざとで。そういうことにしましょう。さあ、いいオチがついたということで、じゃあここでね、2015年に向けての、抱負をね、まだ言ってないメンバーいますから、抱負を聞いていきましょうかね。マイドリームズまだ聞いてなかったですよね。はい、はい、じゃあまずリナティーからいきましょう。2015年の抱負をお願いします。と、大阪を抜けて、全部の日本に行きます。全部の日本に、都道府県に行っちゃいます。行きたいです。行きましょう。お願いします。名プロデューサーが、携帯見てますけどもね。あの人が連れてきた。行っちゃいます。楽しそう。うちもやろうか、一緒に。やろう。いいですね。じゃあ次、ムーちゃん行きましょう。はい。
大阪をめっちゃ熱く盛り上げるアイドルということで、うん、あの大阪を抜け出して飛び出して、うん、大阪のいいところを、うん、大阪以外のところにも伝えていけたらいいなと思います。なるほど、いいですね。ヒッチハイクで、ヒッチハイクで、ヒッチハイクで行きましょう。ヒッチハイクで行きましょう。似てね、あの夢がもう似てるから来年やりやすいですよね、はい、みんなで一緒に行けますからこれね、マイドリームさんぜひ行ってくださいこれね、はい、そして浜川のあかりで行きましょうか。はい、このマイドリームズのあれについていって、はい、ついていって私たちはこうハンバーガーもこう全国のを食べてやっていきたいですね、レポートして、うん、美味しいですみたいな感じを盛り上げていきたいです、うん、いや素晴らしい、素晴らしい、ついていって、はい、ついていってついていってやりましょう、はい、ね、そう、ついていくの大事ですよ、はい、ね、行きましょう、はい、ではほのかちゃんお願いします。でやっぱりついていってハンバーガー、全部のハンバーガーを、はい、こうアメリカのハンバーガーは何々みたいな、こうすぐ言えるように。アメリカのハンバーガーは何々日本じゃないんだもん。あ、じゃあ海外に行く、全国のハンバーガーを言えるように、うんうんうん、こう、あ、そうですね、全国とか、うん、そう日本を飛び出して、飛び出して、じゃあ大阪を飛び出して、大きく出たんでした。それぐらいの勢いで今年は頑張っていこうかなって思います。なるほど、はい、はい、よろしくお願いします。あそこでもワールドワイドっていうコメントがいっぱい来てますね。世界へスケールでかいぞっていっぱい来てますね。いやさすがですよ、はい、であとはあれですね、新メンバーの、はい、ひなたちゃんからじゃあちょっとついていって、はい、ついていってみんなについていって、みんなでついていく大事、はい、ま、ダンスとかも歌とかも無駄なんで、これからですからね、はい、これをそれを頑張って、はい、みんなに負けないくらい練習できたらなと思います。わかりました、頑張りましょう、頑張りましょう。はい、であとは、あ、そうか、告知をやってないですよね。やりましたっけ？やりました。やりましたね。大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。はい、というわけで、ちょっと時間をオーバーしましたけども、これで2014年の、関西ウォーカー TV の、締めでございました。はい、じゃあ皆さんどうも長い間ご視聴ありがとうございました。さようなら。ありがとうございました。